皆さんこんにちは。今日は日本の最南端の駅、鹿児島の枕崎に来ています。いやここが最南端の始発駅であり終着駅となっています。今朝の間もなく6時を迎えようとしています。ちょうどこの枕崎には目の前に鹿児島中央行きのバスと、そして左側には JR の枕崎行きがいますが、枕崎からの鹿児島中央行きの始発列車があります。いや、バスと電車が同じ時間にいるという、そして競合するというなかなか限界状況ではあるんですが、今回この比較は最南端の駅から普通列車だけを使ったら一体どこまで行くことができるのかという最南端からの電車の限界を皆さんと一緒にちょっと挑戦してみたいと思います。まあ、枕崎とか稚内からとか、まあ、枕崎あんまないかな、稚内からの限界とか東京からの限界とか大阪からの普通列車の限界とか、まあ、いろんな動画があると思うんですが、この中でも今回はちょっとあんまり見ることのなかった枕崎からの限界を皆さんにご紹介します。一体普通列車でここをスタートするとゴール終電も終わるところまででどこまで行くことができるんでしょうか。では今回もよろしくお願いいたします。空港でやってきましたのが JR 九州指宿枕崎線の枕崎駅です。ここが最南端の始発と書いてあり、ここから稚内まで線路が伸びてるっていうのがすごいですよね。で、このように指宿枕崎線非常に本数が少なく、1日に 1,2,3,4,5,6 本しかありません。稚内は7本なんであんまり変わんないかというか、なぜ稚内がすぐ出てくるんだって話ですが、まあ、とにかく本数が少ないっていうのが分かっていただけたらと思います。このように枕崎と書いてあり、そしてこの線路が最南端の線路になってます。ここから頑張れば稚内までこの線路が続いているというなかなか壮大なお話になりますね。はい。で、このように指宿枕崎線最終列車でここにやってきて、夜間停泊っていうものがあり、ずっとねここのホームでお休みをしていたんですが、もうすでに出発準備が整っております。2両編成のディーゼルカーキハ47系という車両でしょうか。この車両の2両編成です。で、始発列車なんでどれぐらい乗ってるのかなっていうと、まあ乗ってないということで、さっきのバス乗ると実はもう1時間半ぐらいで鹿児島に行けちゃって、この列車でどれぐらいかかるのかっていうのはまだ後ほどご紹介しますが、あんまり乗る方が多くないのがここのまあ実情になっています。ちなみにこっち側を見ると南と北の始発終着駅と書かれています。はい、枕崎と稚内に行くとこれが緑色のものが置いてあるんですが、この駅は赤色のものという形になっていますね。さあ、ではそろそろ出発時間、ワンマン列車ですので2扉で一番前のドアしか、前の後ろのドアしか開いておりません。枕崎から今日は一体どこまで行けるでしょうか。では改めましてキハ47系枕崎からの旅スタートです。ここで車内に入ってまいりました。車内はこんな感じで、お、はい、ということで間もなく出発なわけなんですが、こんな感じでボックスシートがこのように並んでいます。お、そしていよいよドアが閉まりました。枕崎始発6時4分、さあ最南端の列車の旅がスタートしていきます。しかし2両編成ですけど誰もいないですね。すごい、ちゃんとトイレとかちゃんとついているということで、でも和式かな、おー、和式ですね。なかなか大変な旅になりそうな感じがしますね。はい、ということでじゃあ早速行きましょうか。ということで枕崎駅を無事に出発していきました。まあ、こんな感じで枕崎を降りた瞬間はなんかこう列車レールがすごい綺麗だなって感じになってるんですが、でも所々なんか草があるよっていうのと、まあ、なんとねこの指宿枕崎線、まあ、この後多分まあ本領を発揮してくれるとは思いますが、なかなかにこう補線状況が良くない路線になっているらしく、かなりこうアクロバティックな動きをするということのようです。まあでもね、ここから最南端線路がついているっていうのと、でこの列車は、まあ、列車によっては指宿行きとかも運転しているんですが、いきなり指宿枕崎線を全路線全区間制覇して鹿児島中央まで走る路線となっているようです。
で、さっきお話をしましたが、こんな感じ、車内は、基本的には真ん中ボックシートになってるんですが、端っこだけこのようにロングシートが付いています。で、こんな感じでちょっとなんか JR 九州っぽいモケットになってるのが面白いですね。で、こんな感じ、進行方向右手側ですとこのように海が見えています。見えない、日本最南端、いや本土最南端の海がこの右手側に広がっているということですね。いやまだね、やっぱり南なんで6時では全然あの明るくないっていうのが分かるのではないでしょうか。ここから明るくなり、そして真っ暗になりっていうね時までなんですが、今回のルールとしましては普通列車に乗り続けるっていうルールにしまして、で、まあ、あの普通列車は普通列車なんですが、一応ね、あのお金が追加料金がかからなければ快速とかは乗ってもいいってことでいきたいと思います。あ、地図がついてますね。こんな感じで鹿児島宮崎エリア路線図っていう風に書かれていて、ここがまあ枕崎で、とにかく指宿枕崎線駅がめちゃくちゃ多くって、キーレってところからは IC カードを使うことがどうやらできるみたいです。で、こちらに行くと仙台方面で肥薩オレンジ鉄道と、で、あとこっちに行くと肥薩線が続いていて、熊本方面吉松から、そしてこっち側に行くと大分方面は延岡から宮一方本線で上がることができるという感じになっています。まあ、今回ね、どのルートを取って上側に上がっていくのかっていうのは、まあ、鹿児島中央に着いてからお話をさせていただきたいと思います。電車は薩摩板敷、枕崎から一駅目の駅にやってきましたが、どうでしょう、これですよ、この木、雑草がすごいということで、これね、わずか一駅なんですけど、もはや廃線なんじゃないかって思えるぐらいすごい草ですよね。で、右手がこれ薩摩板敷駅になっているんですが、この駅っていうのもまるでこう、なんて言ったらいいでしょうか、これこそ列車がもう来ないんじゃないかなみたいなぐらい草に覆われてしまっているっていう駅になってます。今回2両編成でローカル線にしちゃ長いなって思うかもしれませんが、逆に言えば増結ができないぐらいの長さしか各駅長さがないよっていうのがちょっとなかなかって感じがするのではないでしょうか。いやー、これすごいですね。まあ、揺れるということで、いよいよここからなんか本拠の発揮みたいな感じっぽいですね。まあ、そんなわけで揺れを体験しようと思ってですね、少しねこれやってるんですが、あの全然ねこれやらせとかなんでもなくって、普通にですね結構ね下からのこう突き上げっていうのがあって、それに加えてこの椅子っていうのがまたですね結構スプリングが効いてるので、まあやっぱりまあなんか酔っちゃうとかなんかそういうわけでは全くないんですけど、まあ指宿枕崎線揺れすごいなって結構感じましたね。これ分かりますかね、電車乗ってるとこうバシ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 すごい音がするんですが、これあの草がですね電車の方にうわーってもうこんにちはしていまして、それで多分まああの草刈りっていうのをあんまりちゃんとしてないからでしょうか、電車にねこれバチバチ当たっていくんですね。だからガシャ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 っていう音がしょっちゅうするようになっています。まあでも確かにこの列車もまあ古い列車なんで、まあしゃあないかって言ったらしゃあないかもしれないんですが、いや結構面白いっすって、なんかアクロバティックなだけではなくって音がねバシャ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 みたいな、すごいな、こういう感じになってるんですね。この区間ほんと初めて乗るので全然初めてなことばかりなんですが、めちゃくちゃ面白いです。そんなわけでずっと僕一人ぼっちだったんですが、途中の永大川っていう駅からは学生の方が乗ってこられまして、なんとなく通勤列車の様相を呈しています。列車を見ていただくと、こちら開門岳ですね。まだね桜島は遠いです。だいぶね遠いんで見えているのは開門岳っていう山なんですが、まあ、今日は晴れていたっていうこともありまして、こちらもやっぱり進行方向右手側なんですが、結構ね綺麗に見ることができました。ということで電車は途中の西永駅までやってきました。で、本当に車内進めば進むほどすごいあの高校生の方みたいな方が大量にこう乗ってこられまして、あ、意外とこう需要があるんだなっていうのが分かりますね。いや、2両編成の、おお、ちょうど来た。あ、今度は1両編成のキハ140って車両がやってきましたが、ここで実は日本最南端の、お、いかいか出発しちゃう、行き違いが行われますという感じでね。そうだね、ここでね1両だ、全部2両だと思っていたんですが、意外と1両の列車も運転してるってことですね。ちなみにここだと5時31分発でもっとね早い列車、枕崎ではなく西永発鹿児島中央行きっていうのも走っているそうです。そして列車は西大山駅までやってまいりました。で、これ西大山が出てくると、西大山、まあ、これ、ね、最南端の駅なんですが、それだと枕崎は最南端じゃないのって話になると思います。これどういうことかっていうと、枕崎は線路つないでいった一番行ける
南の端っこなんですね。一方で地理的な最南端っていうのは西大山なんです。なので、まあ、最南端からっていうと、まあ、西大山からスタートするのもいいのかもしれないんですが、これ料金見ていただくと分かりますように660円分枕崎までは距離があります、まあ、なので、まあ、その最南端というか一番行ける端っこって意味で、まあ、枕崎を8にしたという感じなんですね。いやこれ同じことが日本の一番東側でも言えて、根室っていうのが東の端っこの駅なんですけど、まあ、本当の地理的な東の端っこっていうのは確か東根室かなって駅なんで、まあ、それとね似たような話があるのが、まあ、この西大山と枕崎の違いになっています。まあ、そんなわけもありますので、列車が今これ西大山駅に到着をしてきたわけなんですが、駅の枕崎寄りのところにはこちら日本最南端の駅っていうこれポールみたいなものが刺さっております。まあ、これちなみに稚内だとこんな感じのものが刺さっているよってことで、まあ、一応ね西大山は西大山でこれ最南端っていう風になっているんですが、稚内は最北端かつ最北端なんで2つね、さっきの緑色のやつとポールみたいなのが刺さってるんですが、南については最南端は西大山になっていますので、まあ、別個になっているよっていうのをこちらでご紹介することができたのかなと思います。でこんな感じですね。だいぶもうこれ車の量も増えてきていまして、枕崎からさっき660円って話もさせていただいたわけなんですが、奥のこの開門岳と指宿枕崎線とか、まあ、いろんなねこうロケーションが良かったり、だいぶ鹿児島中央にも近づいてきていましたので、まあ、それもあってですね、ここはですね電車で来ずとも車で結構来て写真とかを撮りに来られる方っていうのが意外と多いんですね。そしてまた街並みとヤシの木と海とが見えてまいりますと、今度は山川駅が近くなってまいりました。でこれ山川駅、じゃあ次は一体何の駅なんだって話なんですが、山川っていうのは実はですね日本最南端の有人駅となっています。まあ、有人無人ってなんだって話なんですが、まあ、駅に人がいらっしゃるかいらっしゃらないかっていう、まあ、そんな違いになっているんですが、この山川っていうのは人がいらっしゃる駅として最南端になっています。あ、ちょうどバスもいますね。ただまあ営業時間は非常に短く、なんと平日の16時から18時のわずか2時間しか、まあ、人がねいらっしゃらないよって駅にはなっております。まあ、ただいらっしゃることには変わりありません。またすごいですね、学生の方もいらっしゃってさらに列車が混むんだなっていうのが分かると思うんですが、もちろん山川止まりの列車っていうのもあります。まあ、それも含めて日本最南端の有人駅になっています。なので、まあ、どんどんですね、最南端系のイベントが終了していくよっていうのも、まあ、この指宿枕崎線の途中の移動となっているわけです。そして列車も指宿を越えてくると車内はこの通りとなりまして、ボックスシートさっきまで僕1か6しか乗っていませんでしたが、まあ、ほとんど埋まってというか立ち客の方も出てきて、さらには学生の方も出てきてっていう感じで大混雑になってきたんですね。いやすごいですよね、本当に指宿枕崎線まさにこれが裏の顔なんじゃないかなっていう感じでして、でちょうどねこれは今高校生の方が降りられるのかなという形になります。まあ、全ての方が鹿児島中央に行くわけじゃなくて、途中で学校とかがあればそちらで降りて、で椅子が空いてまた座ってみたいな、そんなのがね繰り返されていくわけなんですが、すごいですね本当にね、最南端からなんかこう通勤で通学列車になってみたいな形になっております。そしてこんな感じでまた海が結構綺麗に見えてくるわけですね。やっぱり進行方向右手側が僕の中ではおすすめです。でそろそろちょっとね朝ごはん食べようかなと思いまして、こんな感じで池田パン、まあ、池田っていうとなんかどうもあの方が浮かぶわけですが、まあそれは置いといて、鹿児島のパンですね、アイラっていうところで作られた池田パンのスナックブレッドみたいな感じのものをですね今回ね買ってきましたので、この辺で食べたいと思います。一応ね牛乳の方も農協ということで、やっぱりね結構僕は地元のもの食べるのすごい好きなんで、これもまた鹿児島ですね、薩摩仙台市って書いてありますけど、鹿児島の牛乳とパンでねちょっと朝ごはんという感じにいたしまして、でこんな感じでね海を見ながら、あでもこれ海が見えて、多分これ奥見えてるのは桜島になりますので、いよいよですね、まあ、鹿児島が近づいてきたというのがよくわかると思うんですが、まあ、とにかく進行をこう右手側に座りますと、まあ、ずっと結構長いことですね山ももちろん見えるんですが、海の景色を楽しむことができるのと、まあ、あと車と一緒に並走したりすることもできるのとっていう、いろんな景色をハイブリッドで楽しむことができるようになっています。なんて話をして桜島とかを見ていると、いよいよ列車はなんとね高架に上がってまいりました。最初すごいですよ、地面を走って草とねこう格闘しながら、
そして線路と格闘しながら走ってきた指宿枕崎線がついに高架に上がってきたのかという、それぐらいのこうで出世を見ることができまして、周り見ていただいてもお家だらけになって、いよいよもって本当にど真ん中になってきたのかなっていうのが分かると思うんですが、こんなにこう景色が様変わりする路線もなかなかないかもしれませんね。でこんな感じ、反対側見ていただくと朝ラッシュで皆さんこう立たれているのに、立たれていますし、さらにこう4両編成とかでね走っていますから、まあ本当に雰囲気全然違うのが分かりますよね。列車は南鹿児島までやってまいりました。めちゃくちゃこう気温が、太陽も上がってきて、ただずっとね枕崎から列車乗ってるとクーラーがもう寒くて、いやなんでこんなに寒くするんだろうと思っていたんですが、外に出てきてみてようやく分かりました。でもうあと郡本かに、鹿児島中央とほとんど鹿児島中央の近くなんですが、まあ、そこはねやっぱり指宿枕崎線単線なんで、最後の最後でなんと7分も停車をする。ただ今日はもうやっぱり学校とかを含めて指宿枕崎線まさかのこう超激混みの通勤路線となっていて、これもまたびっくりではあったんですが、まあそんなね路線には変わっていたんですが、まあでも路線的には単線ということで、まあ要は何が言いたいかって言いますと、めちゃ混みじゃなくてめちゃ混みで遅れています。だから3分ぐらい遅れてここに到着したんで、実際は3分ぐらいだけなんですけど、でも定刻だったら7分待つよなんていう、そんな話にもなっていました。そして右手側見ていただきますと、なんとすぐそばには路面電車です。鹿児島には鹿児島市電という路面電車が走っていまして、これがある意味で言えば日本最南端の電車かもしれませんが、まあ、そんなね電車とすれ違うなんていう、そんな横の区間も今走っております。おー来ましたね、路面電車ですよ。おー電車だ、枕崎から来た列車と路面電車がすれ違うっていう、ちょっと面白い光景ですね。はい、でまたね反対側の方に行きますと、今度は2両ですね。ここまで結構まさかの増結で4両編成とかっていうのが多かったんですが、あ来た、おーって感じなんですが、これは2両編成ワンマン列車になってます。山川行きって書いてあります。てかまあほとんどやっぱりあれですよね、枕崎に行く列車はいないということで系統分離が基本的にはされているようです。さあそんな話をしていますと、今度は路面電車としての電線の一番最南端ではなく、 JR としての最南端の線路、電車の線路が見えてまいりました。これはどういうことかっていうと、そうですね、これまた指宿枕崎線の、まあ、路線上になってなるって言っていいのかな、なんですが鹿児島の車両センター、鹿児島の車庫があって、ここに電車がやってきてお休みをするよっていう、そんな端っこになっています。なので電車ちょうどもう見えてきましたね。817系かな、パンタグラフ上げていますが、電車がこう休むために、まあ、架線が入っているってことで、まあ、これまた同じ最北端の方でも言えて、旭川からちょっと上の方に行くと旭川市場とかそこら辺を通っていくわけなんですが、旭川の車庫っていうのはこれまた宗谷本線上にありますので、まあ、最南端の電線も指宿枕崎線上にあるんですが、最北端もまた宗谷本線上にあるっていう、まあ、ちょっとね面白い光景っていうのをいよいよ鹿児島中央到着前に見ることができました。はい、というわけでいよいよもって鹿児島中央までやってまいりました。いや時間がめちゃくちゃかかりました。いや本当にねバスと比べてかなり大回り、まあ、指宿温泉がある指宿大回りしなければならないっていうのが理由にあるんですが、かなり時間がかかるのがこの特徴になっているんですが、まあ、いよいよね指宿枕崎線を環状いたしまして、鹿児島中央駅までやってくることができました。まあ、この先のお話やこの先の経路の話なんていうのは到着した後で皆さんにご紹介させていただきたいと思います。はい、ということで無事に鹿児島中央までやってきました。日本ある意味で言えば最南端のターミナル鹿児島中央でございます。上側見ていただくともう新幹線もここから出ていまして、まあ、最南端の新幹線の線路がここになっていて、ここから線路は東京までつながっていますと。いやー来ましたね。
結局時間がもう9時前ということで、枕崎からはなんと3時間ぐらいかけてここまでやってきました。しかし指宿枕崎線のこうなんて言ったらいいんでしょうか、通勤路線としての顔なんていうのも見ることができるような時間帯の走行となっており、もう2両編成にほとんど戻っちゃいましたが、4両編成の指宿枕崎線なんていうのも見ることができました。でこっから先もちろんまだまだ旅が終わるわけではありません。こっから先ですが、列車このようになっています。この後8時56分串木の駅並びに9時30分の仙台行きと続いております。鹿児島本線で仙台方面、日豊本線で早戸都城宮崎方面、2つありまして、でまあその本当は JR だけで行くってことを考えた場合、日豊本線で早戸の方まで行きまして、そして始発線に乗っていく、もしくは日豊本線で宮崎方面に回っていくっていうのがオーソドックスになっています。っていうかこれすごいな、36プラス3と国分が同じ色で黒色になってるっていう、霧島が赤なんだから36プラス3も赤に黒に赤にしてあげればなと思ったんですが、まあまあそれはそれとしまして、まあどういうことかっていうと、 JR だけで行こうとする場合そういったルートを取るんですが、日豊本線で行った場合は総太郎越えが朝2本しかできないということで、もう1日の動きが必然的にどう頑張っても佐伯とかぐらいまでしか行けないんでしょうかね。で逆にこの早田の方に行くと、もう代行バスになってしまうので、あ列車について列車で移動することができない、並びに代行バスも全部の区間つながっていないんでアウトとなった場合には、もう鹿児島本線を仙台方面に上がっていくしか手段はありません。でさっきお話ししましたが、この2パターンなんですが、結局8時56分に乗っても結局この9時30分に乗っても変わらないので、であればちょっと鹿児島中央で30分ぐらい待機をしていこうかなってことで、そんなね感じのスケジュールでいきたいと思います。ということでまずは何はともあれ鹿児島中央到着です。はい、ということで鹿児島中央駅改札口を一旦出てきました。すごいね、なんかこう鹿児島今日はかなり多くの方がいらっしゃいまして、なんかよくよく見るとですね、なんか国体っていうのがあるそうでして、はい、こんな感じで国体の大会があるから、すごいね今鹿児島は盛り上がっているということになっているようです。でこんな感じでなんかね、駅の方々っていうのも普通の JR 九州の方なんですけど、国体のこう格好されているよって感じになっていて、ちょっと面白いですね。はい、でこのようにこの後はもう17分後に新大阪行きの新幹線があるんで、まあ、新幹線使えばもしかしたらここからでも今から北海道は新函館北斗まで行けるんじゃないかなっていう感じがしますよね。はい、ただまあ今日はあくまで普通列車限定なんで、あそこにね乗っていくっていうのはないんですけど、で鹿児島で30分あるからどうしようかなと思ったんですが、さっきのパンがね意外とこう腹持ちがいいので、なんか食べようかなと思ったんですが、まあいいかなみたいな、ちょっと悩みどころです。ということで鹿児島中央駅の路面電車側にやってきてみました。ちょうど今は朝ラッシュの時間帯なので、手前側にこう路面電車いますけど、奥にも路面電車がいるよっていうぐらいの時間になってましたね。さっきも路面電車はいましたが、やっぱり鹿児島が本家って感じがします。鹿児島中央駅はかなり本家というかターミナルみたいになってますね。でなんかこれ動いてたら乗ろうかなとか思ったんですが、動いてなかったってことで、いや朝ごはん鹿児島で食べればよかったですね。まあでもあのパンめちゃくちゃ美味しかったんですけど、いやいやいや、ちょっと時間を持て余してしまいましたね。だったら天文館ぐらい行ってこようかなとか思ったんですけど、行って帰ってこれなくてね、乗れなかったら終わっちゃうんで、それもそれでいかんなってことで、すごいちょっと悩みどころではあるんですが、すごい、もうこっち側の路面電車はまたさらに次のやつが来たんで、実際3つぐらいかがここから見えてるって感じですかね。まあまあまあ、ちょっとまあ悩みながら、あと25分ぐらい時間があるんですが、ちょっとうまく時間の方を使っていきたいと思います。お、来た、いや、 やっぱ路面電車ってね、なんかある街好きなんですよね、こことかね、広島とかね。結局どうしたかっていうと、こちらでございまして、はい、さつま揚げをいただいてまいりました。結局食うのかって言われてしまいそうなんですが、いやー、すごくちょっと美味しそうだったんで、ついついということで、鹿児島ではね、さつま揚げをこの横側のお土産横丁っていうところがあったんですが、そちらで、うわ、なんかピンボケ、こちらでね、買わせていただきまして、じゃあね、まあ、ちょっとせっかくなんで、買った上で、電車の方に行きましょうか。はい、ということで、鹿児島中央駅の4番線にやってまいりました。続いて乗車をしていくのはこちら。いよいよ電車になりまして、817系 JR 九州の鹿児島本線の普通仙台行きです。仙台っていうとね、
こう東北なイメージがあると思いますが、鹿児島にも薩摩仙台という場所があり、その薩摩仙台の薩摩を取って仙台行きという列車が運転しています。まあ、漢字で書くと川内って書いてありまして、逆に 宮城県にはこれ英語はこう仙台ってなんかすごい変な感じがしますが、宮城県にはあの地下鉄の駅で川内っていう駅があるので、なんかこう不思議な感じがするかもしれませんが、こちらの列車乗車をしまして、これがね2本目になりますが、早速、まあ、仙台まで移動をしていきたいと思います。反対側見るとね、こう列車4両編成で止まってるんですが、ちょっと面白かったのが、鹿児島地区ってこう青ステッカーの817系なんですが、なぜか赤ステッカーの817系もあそこにいたよなんていうのをご紹介させていただきました。今度も2両編成なんで、結局電車に変わっただけであんまりあれは変わってないですね。4番通路の列車は何て放送が流れていますね。すごい車内はねこんな感じで、やっぱさすがは水戸岡さんじゃないんですが、こう木とか革が使われている、ロングシートと車端部はクロスシートみたいな感じになっていて、トイレもちゃんとついてますね。これは安心、全然混んでないんで余裕で座って移動することができそうかなと思います。はい、こんな感じですごい不思議なあの座席になっているのが面白いですよね。はい、じゃあ早速仙台行きに乗車をしていきます。早速列車に乗車をしてきまして、一応トイレ確認ということでトイレを確認させていただくと、この列車については洋式のトイレになっていましたので、さっきのマグスキ枕崎線は和式でちょっとって感じだったかもしれませんが、こっちの場合は、ね、洋式なので安心ですね。まあ、車内は全然2両なんですけど混んでるっていう感じではありませんでした。では9時30分、2本目になりますが、鹿児島中央から仙台に向けて出発をしていきます。車内見て思ったんですが、確かここには昔補助椅子があったような気がするんですが、まあ、それなくなっちゃいましたね。確かなんかこれがライトがついてるとかつかなかったとかだった気がするんですが、まあ、九州ほんと最近あのお客さんがたくさん乗れるようにってことでいろいろと椅子改造してますね。そして進行方向左手側、あれ奥側に見えてるのはあれですかね、宮崎のサンシャインって呼ばれている赤い列車かなだと思うんですが、先ほど通ってきました指宿枕崎線と鹿児島の車庫が左方向になっていて、鹿児島本線は右方向になっているので、ここでお別れをして博多方面へと向かっていきます。鹿児島本線はかつては特急列車も走っていた路線となっていますので、結構列車飛ばすことができます。でこの列車はこのまま走っていくと博多方面へと走っていくわけなんですが、この運賃表を見ていただくと延岡とか宮崎とかなんと日豊本線ばっかり書いてあるんですね。いや博多とか熊本とか、まあ、あとはね鳥栖とか書いてあってもいい気がするんですが、なぜかそっち側は一切書いてありません。まあその理由についてはまた後ほどお話しできればと思うんですが、ちょっとね日豊本線寄りになっているのと、速度は100キロではないんですが各駅停車ですが90キロぐらいで走っております。今のところは伏線になっているんですが、まあ、ずっと伏線じゃないよっていうのもまた後ほど皆さんにご紹介できたらなと思います。あとは九州の列車、まあ、本州では考えられませんがゴミ箱がついているのが印象的ですね。またこんな感じで、これ椅子わかりますか、もともとは椅子の向きが反対側向いていて、まあ、そのボックスシートみたいな感じで転換もできるようになっていました。ただこれまたたくさんの方が座れるようにと、あとはたくさんの方が立てるようにっていうのもあって、椅子の向きを反対側にしちゃったよっていう、なかなかな改造になっているんですね。で列車最初は海沿いを走るっていうよりは結構山というか山間部の中を走っていくんですが、まあ、そこを過ぎていきますといよいよ仙台に到着となります。
知らないうちに線路の方も単線になっていまして、これは昔の特急列車が走っている時代から単線だったので、鹿児島本線っていうのは結構出来違いとかっていうのが必要だったりもしました。さあ、いよいよ仙台、この列車は仙台止まりですからまた乗り換えが必要になるんですが、これがさっき皆さんにご紹介しました列車の日豊本線や肥薩線周りだったら JR なんだけどねっていう、まあ、そんな一つの関門になっています。はい、ということで正面側見ていただきますと、右側の線路は奥の方にまだ続いていて、さらに右側見ると新幹線も見えていますね。そう、仙台駅は新幹線も走っていて、で、まあ、今回のその舞台っていうのは新幹線ができたことに伴う、まあ、問題点になっているわけなんですが、といってももうかなり昔の話ですからだいぶ慣れてる方も多いのかなと思うんですが、この線路っていうのはこれから奥の方にはもう行くことができなくなっています。線路が要はぶった切られてるってことですね。一番左は行けます。一番左と一番右側の線路はそのまま直通をすることができるんですが、この列車の線路はそのまま行くことはできません。まあ、要は乗り換えが必要となるわけです。ということで10時19分、まあ、だいたい1時間足らずぐらいで薩摩仙台市の仙台駅にやってきました。仙台でございます。はい、でここで列車がまあ終わってしまいまして、乗ってきた列車は折り返しの鹿児島中央行きになるそうです。で、時刻表を見ても鹿児島中央あるんですが、右側はお酒、お酒行きなんてあるわけないんですけどになっていて、よく見るとね、確かにここから宮崎行きっていうのがあるんで、この列車宮崎っていうのがわかるんですよね。で、こっち側を見ると線路はまだまだ続いているんですが、あそこにこう柵みたいなものがありまして、通り抜け禁止と書かれております。あら、なんでだろうと。で、まだまだね、旅は続いていきますし、駅名表もさっきのやつはここでね、熊野城で終点になっていますが、こっちの駅名表はまだ次の上仙台って書かれているんですが、一体何でしょうかっていうのはあんまり時間がないのでもう話をしちゃいましょう。実はこの先は並行在来線問題です。なんと肥薩オレンジ鉄道、新幹線ができた影響で鹿児島本線はスタッと切れてしまいまして、ここから八代までは第三セクターの肥薩オレンジ鉄道線を使う必要があります。なので、まあ、今回は普通列車でって話をしていますが、まあね、そのちょっとね、 JR だけではいけないっていうのはここが理由になっています。なので本当は宮崎とか肥薩の周りで行きたいなと思ったんですが、それやってしまうとちょっと当日中にはちょっと、ね、限界のなんかこう証明にならないなと思ったので、今回はここからは第三セクター、ちょっと不思議なホームぶった切られている、でも線路はつながっているし点々な肥薩オレンジ鉄道で移動をしていきます。ということで、こちらの肥薩オレンジ鉄道の車両、ここからはディーゼルカーに変わりますが乗車をしていきます。はい、ということでドアが閉まってまいりまして、いよいよ列車は肥薩オレンジ鉄道の旅へと進んでいきます。はい、まあこんな感じですね。はい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 、いやね、ディーゼルカーで走ってるんですけど、こんな感じで架線はまだまだ続いているっていうのが謎ですし、一本の線路は繋がってはいませんが、ね、他の線路は鹿児島本線から繋がってますし、仙台駅もホームが長いですしって感じなんですよね。で、結局線路はこのままね、肥薩オレンジ鉄道鹿児島本線じゃない線路になっているんですが、普通に架線そのまま引っ張ったままこの列車は進んでいきます。まあ、なんでそうなったのかっていうのについては鹿児島本線、後ほど、肥薩オレンジ鉄道線ではありますがご紹介をしていきたいと思います。てか紹介できるタイミングがあればですけどね。まあ、こんな感じで書かれていまして、肥薩オレンジ鉄道の区間図、仙台から八代までになっており、途中の阿久根、泉、水俣、佐敷では乗車券を販売しているってことになっていて、特に阿久根とか泉とかはね、昔特急列車のツバメとかも乗っ回っていたって駅なんですよね。で、このように福岡とか IC 乗車券、 JR の青春ジャスティックは使えないよっていうふうに書かれていまして、まあ、その要はね、JR じゃないよっていうのがこういうのでも分かると思います。車内はこんな感じで1両編成ではありますが、転換クロスシートになっています。僕はね、左側がおすすめですので、この左側に座っていきましょう。お、なんだこれ、これイベント列車なのかな。
テーブルがなんかついているような、あとはなんか間接照明がついているような、そんななんかちょっと面白い列車になっておきました。すごいちゃんと番号も振ってありますね。ということで、普通に久津五円寺鉄道線に乗って一つ目の駅の方にやってきたんですが、一つ目の駅っていうのもやっぱりこの列車は1両編成、非常にこう短い列車ではあるものの、ホームはこんな感じで入れないところが用意されているレベルで広いホームになっています。だからこれもいかにもね、 JR の時からあったねっていう乗り場の表記とかもいかにも JR 感がありますね。しかしまあこんな感じで駅名表とかっていうのは現在は付け替えられているよっていう形で変わっています。しかし本当にガラガラで、ここからようやく一人の方乗ってこられましたが、本当にね、18切符シーズンとかはそこそこ人いるんですが、今日はすごいガラガラです。こんな感じでテーブルを展開すると、ちょっとねしっかりとしたテーブルで、なんか2人分ではないのがちょっと面白いんですが、しっかりとねジュースホルダーも置いてあって結構使えそうな感じになってます。あとは足もね結構そこそこに伸ばすことができるのでいい感じですね。やっぱこう木が結構使われているのがいいのと、でもやっぱりこれ窓側は筋掛けがついてないのでちょっとあれなんですが、まあでもね窓枠も結構大きいんで快適に移動できそうです。そしてこんな感じで違和感のある光景っていうのも下津オレンジ鉄道線では楽しむことができます。まあどういうことか分かりますでしょうか。今これ行き違いが可能な駅を出発していったわけなんですが、普通日本の電車って左側通行ですよね。なんですがここでは右側を走ってるっていう、ちょっとなんか不思議な光景になりました。別に多分信号も左側ついていますから、左側から行くこともできるんじゃないかなと思うんですが、なぜか右側を走っていくっていうちょっと不思議な光景でしたね。さて、まあ、こんな話をしてるのも結構ね鉄道の話になるんですが、そうじゃなくてちょっとじゃあ皆さんにはあの景色を見ていただこうと思います。はい、そういうわけでこれね今車内放送も流れてきたわけなんですが、進行方向左手側海が綺麗に見えるようになりました。車内放送を流すほど綺麗な海ということになっておりまして、途中の西方、薩摩大川、久野浜あたりでは綺麗な景色を見ることができるようになっています。まあ、この肥薩オレンジ鉄道線、まあ、結構ね景色綺麗な方を走っていて、新幹線に乗ってるとあんまり海が見えないのかなってイメージがあると思います。まあ、鹿児島本線がどういうことかっていうと、もともとはこちら側がメインで走っている区間となっていたわけなんですが、その時は海が綺麗に見えていました。まあ、しかし新幹線、まあ、新幹線の役割っていうのはもちろん景色も楽しめる役割っていうのがあるとは思うんですが、まあ、それよりも早く走っていくっていうのと、あとはねこう場所ということで、まあ、いろんな場所、お家とかいろいろあると思うんですが、そこになるべく干渉しないように作るってことを考えると、海沿いに作るのではなく山沿いに作るぞっていう風に変わりました。もちろんそれでも泉だったりとかポイントポイントで重要な駅っていうのはこの2つオレンジ鉄道線、旧鹿児島本線と被るようにしてはいるんですが、まあ、それでもですね分けるぞってことで、景色は2つオレンジ鉄道に譲りまして、速達性は新幹線にっていう、まあ、そんなね住み分けが進んだよっていうのが今回の路線となっております。まあ、その話をしていたら、これ久野浜駅ですね。まあ、実は36+3なんていう列車がありまして、まあ、その列車っていうのも肥薩オレンジ鉄道線にちょっとこんにちはしてくる列車になっているんですが、この列車はこの久野浜駅っていうのに実は停車をする、そんな駅になっていました。ちょうど行き違いなんていうのも見ることができました。しかしまあそれも含めてこんな感じでホームがめちゃくちゃ長いんですよね。とにかく長い。これは阿久根駅です。以前皆さんに動画でご紹介させたこといただいたこともあります。寝台特急も止まっていました。特急列車も止まっていました。そんな阿久根駅になっていて、有人駅になっています。結構おしゃれなこう自習室ではないんですが、場所っていうのも確保されているのがこの阿久根駅になっていて、この阿久根だけは新幹線がカバーできなかった駅とも言われております。すごいですね。ディーゼルカーしか走らないんですが、高電圧電線に注意っていう風に書いてあるのがすごくちょっと面白いところかもしれません。またこの阿久根駅はかつて寝台特急の那覇の車両がこのねちょうど奥のスペースのところに止めてあって止まることができたんですが、現在はまあちょっとね阿久根あまりちょっと需要が点々ってこともあって、確か那覇の車両が今四国かな、香川県のおうどん屋さんの方がね少しやられていると思うんですがに移動したはずです。まあ、そんなね阿久根駅なんていうのを出発をしていきました。
なめにトイレはこんな感じでしっかりと洋式のトイレがついております。なので本当にね安心ですね。ディーゼルだからといってトイレが和式ではないよっていうのもここの一つのポイントとなっています。でこれですよ、皆さんご覧ください。視察オレンジ鉄道線がなぜ架線取っ払ってないのかっていうのはちょうど奥側電気機関車が見えていると思うんですが、貨物ですね。そう、別に新幹線ができたからといって物流が止まるわけではありません。というか物流が止まったらえらいこっちゃですよね。鹿児島方面に貨物で鉄道で輸送するなんていうこともあります。そんな貨物列車の営業っていうのが今でも残っているので、視察オレンジ鉄道線っていうのは電化されております。ディーゼルカーしかいないんですけど電化をされているっていう、まあそのね今でも電化されている理由をちょっと貨物がいれば話せるなと思っていたんですが、ちょうど貨物がいたので皆さんに見ていただくことができて、ああよかったよかったと思っております。さて列車は途中駅の泉までやってきました。この泉、まあ別に特にここの駅に特筆したって話ではないんですが、新幹線との乗り換え駅になっています。ここからも含めて新水俣とかいろいろありますが、新幹線に乗って移動することもできるようになっていて、ダイヤも多少は考慮されてるんじゃないかなと思います。もちろん今回は新幹線を使うことはできないんですが、ただまだ新八代までっていうのは最初の区間、要は新幹線が何と言ったらいいんでしょうか、最初に開業した2000何年だったっけ、九州新幹線が先行開業した区間になっていて、その区間が視察オレンジ鉄道に変わったってことなんで、意外と視察オレンジ鉄道っていうのも歴史があるよっていう、そんな路線になっています。でここではもう到着したすぐに行き違いが行われたんですが、なぜか12分ほど停車時間がありまして、ね、なんか不思議な感じという形になっております。視察オレンジ鉄道線の出口は用意はされているんですが、よくよく見るとなんか昔ながらの JR 九州の椅子が置いてあったり、あとは多分こっちが元々の入り口だったんじゃないかなっていう、そんなかつての痕跡なんていうのも見ることができるような駅になっています。まあさっき貨物列車ちょっとお尻ではありましたが、あったようにまだ貨物は本州の上の方からやってきた列車っていうのは鹿児島に送んなきゃいけないので、この架線を残しているって話になっております。こんな感じですね。多分ここら辺がとか、なんかこれとかよく JR 九州で見るようなタイプの床だと思いますが、があここ穴になってますね。埋めた跡がこのどこでしたっけ、津軽二俣じゃなくて木古内にも同じようなやつがありましたが、ここがきっとあったんでしょうね。でまあ現在駅の部分っていうのは視察オレンジ鉄道の、まあ、場所になっているって形になっていて、トイレとかはねそのまま残っているよっていうのと、あと奥にはこんな感じで視察オレンジ鉄道線の車庫があったりとか、あとはこっち側を見てみると、よいしょ、これねオレンジ食堂の車両が止まっていたりっていう具合に、視察オレンジ鉄道線をもろもろ楽しむにはなかなかいい場所っていうのがここの泉になっています。はい、でまあすごいねトマトの匂いがするんですが、でも特にやることもないんでしょうがないんで、まあちょっと待とうかなと思います。まだまだ続いていきますよ。はい、今回は何時でしたっけ、10時20何分かなんかにね出発をしたんですが、まあでも海をね見てたんで全然なんかすごいその時間っていうのをあんまり忘れちゃうぐらいにはなっているんですが、まあまあまだね旅は続いていきますので先に行きましょう。ずっと基本的には視察オレンジ鉄道線が海側を走ってるんですが、新水俣付近では一時的に新幹線が海側を走るような場所もあります。そういった時には本当チラッとなんですが新幹線からも海を見ることができます。でこんな感じでね、さっきちょっと売ってたんで JR 九州みかんジュースを買ってまいりました。これがまた美味しいんですよ。大分って書いてあるんですが、まあでもこれ買えたっていうのもやっぱり自販機が JR 九州に寄ってるからって話になるんですよね。まあそんなちょっとジュース飲みながら休憩をしていくって感じになります。でやっぱりここもやっぱホームが長いですよね。あーなんかすごい昔でしょうね、昔の駅名表とかも多分隠れていたやつがあったよっていうことで、基本的にはなんか昔ながらを残してる感やっぱりありますよね。あとはちょこちょこなぜか右側通行になりますね。そして列車は12時45分、仙台出てから2時間と20分ぐらい乗りっぱなしなんですが、日名具温泉という駅にやってまいります。この日名具温泉でも行き違いができるんですが、さっきの貨物と続いて、この架線があってよかったねポイントっていうのを
今日は運がよく見ることができましたので、それを続いて皆さんに行き違いの形でご紹介させていただきたいと思います。どういうことかっていうと、今はこのディーゼルと貨物しか走らないこの日立オレンジ鉄道なんですが、右手側ご覧ください。わかりますか、これパンタグラフついてて黒いテカテカした車両、そう36+3ですね。JR 九州の観光特急、だいたい1週間ぐらいで九州を一周しましょうっていうコンセプトになっているのがこの36+3なんですが、この列車も日立オレンジ鉄道に1週間に1回だけ乗り入れます。乗り入れてきて鹿児島中央まで走るんですね。でこの列車が走ってるっていうのも、もうこの架線があったからということで、まあ、かつてのちょっと燕の雰囲気みたいな感じになってるんですが、この後もうちょっと行くと確か久野浜で止まるはずなんですけど、こんな列車見ることができます。まあ、ちょっとね、今上側の方 IR とか、ね、石川鉄道、金沢とか富山の辺では JR からの特別な臨時列車っていうのは今やってないんですが、九州の方は日立オレンジ鉄道に変わった後でも JR 九州と手を取り合いながら、まあ、せっかくじゃあ架線もありますからねってことで、特急列車、電車特急っていうのを入れて走らせてるっていう、そんな、ね、列車になっているというわけですね。いや、なかなか独特な感じがしてすごいですよね。ただしこんな感じで、あの日立オレンジ鉄道線は運賃が別料金になっているので、あの列車は博多から来て熊本、そして鹿児島中央方面に走っていくんですが、あの日立オレンジ鉄道線を噛むとめちゃめちゃ料金が高くなるので注意が必要です。ただそんな話をしているとこんな感じでね、料金がこれ仙台まで2670円と出ております。そう、青春18切符だと1日あたりだいたい2410円と言われているんですが、この仙台と途中の八代までの区間だけ乗るだけでもですね、あの青春18切符分1回分をね、これ追加で払わなきゃいけないレベルになってしまうというのがなかなか大変な感じですよね。はい、まあ、そんな話をしていると列車はようやく八代駅が出てきたということになります。いやー、ね、本当ただね、まああのまあ、といってもね、実際のところは鹿児島県からもうね、あの熊本県に入っております。そう、ちょっとね、今回は県境の話はしなかったんですが、鹿児島県から熊本県に入っているんですが、いよいよ八代に入ってきたという号で、まあ、海を楽しみつつ、貨物を見つつ、特急列車36プラス3を見つつという号で、まあ、いろいろとね、景色楽しい部分ポイントありましたから、まあ、飽きないっちゃ飽きないんですが、でも乗ってる時間は結構長かったねってことで、列車はようやく八代に到着をします。八代に到着するとまたここから再び、ね、鹿児島本線が戻ってくるということになりますので、まあ、そんなところも皆さんに見ていただけたらなと思います。八代ではホーム側すべてのドアが開きます。お降りの際はお近くのドアからお降りいただき、整理券と運賃または乗車券は駅係員にお渡しください。今日も日立オレンジ鉄道をご利用くださいましてありがとうございます。ということで、八代、仙台からずっと一本で日立オレンジ鉄道を乗り続けまして、熊本県は八代駅までやってきました。ここで線路がまだこのようにつながっていますが、奥側見ていただきますと再び最初に乗ったような817系が登場しました。そう、ここでようやくまた日立オレンジ鉄道が終わり JR に戻る区間になっています。新八代から博多方面を新たに新幹線が、まあ、作られた場所ということになっているわけなんですが、その新しい区間については鹿児島本線も重要で、途中まあいろんな分岐とか特急列車もあるので、今のところですね、あと運転は JR で運転をしているということになっております。はい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 。でまあホームはね、今回着いた列車はあちら側の車止めがあるホームには着いていますが、ここからはまだ JR で移動しているということになります。でまあこれ結構ね、接続がいいもんですから、まだここもちょっと焦って乗り換えをしていきたいと思います。ということで、日立オレンジ鉄道さんの方から再び JR の中に入ってまいりました。これすごい遠いんですね。まあ、さっき言ったように36プラス3とかだったらそのまま突っ込んでってくれるんでしょうけど、なかなかこっちからだと遠くて、あれなぜか関係なさそうな185系の停止位置目標とか、あ、もう引退しちゃう SL 人吉とかいろいろ書いてありますね。いや遠い遠い、やばいやばい、7分の乗り換えなんですけど、お金払ってやれ何やれやってると一瞬で時間になっちゃいますね。で号でやってきましたのは改めまして鹿児島本線の817系銀水行きです。7分乗り換え、13時4分の同じく2両編成になってます。さっきは青柄の CT マークですが、今度は緑色の CT マークになってますね。はい、これなんだろう、本館とかなのかな。いいですね。でもまあ熊本県でも鹿児島県越えるのに6時間かかったのですごい大変でしたよね。で今度も同じくあれですね、
多分横に転換できるようなクロスシートがなんだロングシートになっているやつと、あとは端っこにあの補助席があったと思うんですけど、それがないよって形になっているのと同じようにこうトイレがついててって感じで、全然余裕でガラガラっぽいですね。じゃあ早速乗っていきましょうか。はい、まあ、そんなわけで鹿児島県、先ほどお話ししましたが枕崎から6時間かけて鹿児島県を抜けまして熊本県の旅に入ってきましたので、熊本県は一体どれぐらいで来られるのかななんていうのにもちょっと注目をしてみたいと思います。今アナウンスが流れていましたが、次は新八代、そう新八代が新幹線とどの乗り換え駅になっております。なんですね、八代の方が中心地だったんですが、新幹線は八代に作ることができなかったので、新八代まで新幹線乗る場合は1駅分移動しなきゃいけないっていうのが、まあ、ちょっとこれまでと違うポイントなのかもしれません。またさっきの久里連日鉄道線と同じくで、当然鹿児島本線となっています。まあ、結構速度というかね、特急列車っていうのも昔は走った路線になっていますので、速度を出せるようにってことで、まあ、意外とね、あの速度を出しております。こんな感じで90キロぐらいかななっているんですが、結構軽快に走っていく鹿児島本線の旅となっています。でここら辺も僕は結構進行方向左手側がおすすめなんですが、この景色ですね、新八代を出た後で新幹線側から伸びてくる一本の線路、この奥側見えている場所っていうのも、これまた一つ動画でお届けさせていただいたことがあるんですが、在来線と新幹線を同時に行き来ができる初の列車を作っていたフリーゲージトレインの訓練施設の痕跡です。ただこれも残念ながらですね、解体されるってことが決まっておりまして、さらにフリーゲージトレインの車両っていうのももう解体するという方で、プロジェクト自体が完全にちょっとね、あの終了してしまったっていう形になっています。なので、まあ、本当にこれ見たい場合は今すぐにでも新八代にぜひぜひって感じになっている、そんな場所になっています。だいぶ景色がね変わっちゃうってことになるんですね。ただまあそんな先進的なものっていうのがあったのも先ほどの新八代駅です。まあ、かつてはこの在来線からリレーツバメっていうのが新八代の駅の方に上側に上がっていくよっていうような、そんな場所でもありました。そしてそこからまたしばらく景色が流れまして、進行方向右手側見えてきましたのが九州新幹線の熊本の基地でございます。ちょうど N700系がお休みをしていますが、それこそ解体と言われているフリーゲージトレインも熊本にいましたし、あとはなんとね、あの西九州新幹線の N700S っていうのを、あの基本的にはですね、あの車庫で、西九州新幹線側の車庫で行うんですが、部品をわざわざここに持ってきて、で一部ね研修を行うっていうこともあるそうですよ。それぐらい、まあ、JR 九州の新幹線としては非常に大きなターミナルになっているのがこの熊本の新幹線の車両基地になっています。ちょうど800系がボロンと置かれてましたね。確か800系も一部解体なんていう話もあったんですが、それらっていうのを行うことができるのもこの熊本の車両基地になっています。なのでこの辺は進行方向右手側のが景色おすすめかもしれません。そしてまた進行方向右手側見えてきまして、あ山セミ、川セミの車両とかも止まっていますが、こちらがあ SL 人吉の車両と、あ祖母にも止まってますね。こちらが熊本の車両センター在来線の基地になっています。まあ、かつては多分ここだったかな、寝台特急の那覇とかはやぶさとかっていうのもこの熊本が終点になっていた時代は整備等々を行っていたのがこの場所になっていまして、まあでも今はねそういったのはなくなっちゃってるんですね。ただまあ特急の車両とかっていうのは今でもいるよっていうのがここの場所になってます。なので熊本駅に近づくにつれ進行方向右手側のがおすすめかなっていう景色になってるんですが、そんな熊本の車両基地が見えてきますと列車はいよいよ熊本に到着です。熊本到着は1時44分、八代からは40分ほどで九州のターミナル
熊本にやってきました。ここ熊本も路面電車がありますので、鹿児島、熊本とターミナルごとにずっと路面電車が一緒にあるよっていうのがちょっと面白いポイントかもしれません。さてさて、列車は熊本県の大ターミナル熊本駅にやってまいりました。熊本です。はい、いやいやいや、高架駅になっていて大きな駅ですが、よくよく見ると列車みんな2両編成、3両編成、4両編成といった具合にかなりこうシンプルな列車が集まっております。もちろんターミナル駅ということで、この列車は熊本をまたいでいきますが、熊本駅でだいたい4分ぐらいの停車となっています。奥には豊肥線の列車もいますし、ここからは天草三隅線にも乗り換えることができると。で、まあ両数が少ないんですが、結構ね人も多いよっていうのがこの熊本となっていまして、ここからはねさっきの列車も一気に人がバッと増えてくるような形になっております。はい、結構ねもう座るのはちょっと無理かなって感じになりましたね。はい、ということで、まあ、まだまだ旅は進んでいきますし、終わるわけではないんですが、まあ、とりあえずねちょっと熊本ターミナルに来たんで乗りに行きました。熊本出るとやっぱり進行方向右手側に注目で、熊本の次の上熊本までの間なんですが、進行方向右の奥の方にですね、熊本城も見ることができるようになっています。熊本駅だと絶妙に見えないんですが、熊本駅を出ていくと奥側の方に見えるかな。確かね見えたはずなんですが、奥の方、あ、見えましたね。はいはい、これ、あ、一瞬ですが一瞬見えたのが熊本城になっていますので、熊本観光なんていうのも簡単に本当さらっとではあるんですができます。また上熊本付近では進行方向右手側の下のところに、あ、見えますね。あ、改めて見えましたね。路面電車を見ることができたりとか、熊本電鉄線なんていうのを見ることができて、かつての東京メトロ01系なんていうのも時折見ることもできたりもします。おお、すごい、これはすごいですね。ということで、途中ではやっぱりね、最初の肥薩オレンジ鉄道線でも皆さんにお話をさせていただいたんですが、これ崇城大学前駅かななんですが、結構ね学生の方がいらっしゃるよって感じになっていて、熊本から本当に金水大牟田方面までずっと混んでるわけじゃなくって、本当に熊本駅の近くのエリアで皆さんがパッと降りてみたいな感じになるので、最初は混んでてぎょっとするかもしれないんですが、意外と最後の方になると座れたりもします。で、こんなのを見つけたんでちょっとご紹介しちゃうんですが、これですね、わかりますか。今ちょうど田原坂駅なんですが、西南の駅史跡田原坂って書いてあります。これ何かっていうと、西南戦争っていうのがかつて新政府軍と西郷隆盛の率いた、旧政府ってちょっといけないのかなかもしれませんが、薩摩藩から出てきた西郷隆盛が戦った戦争があって、その戦争の最後、西郷隆盛が自害をしたっていうのが田原坂ってところになってるんですね。なんかそんな戦争が終結かなしたっていうのが田原坂になっているんですが、その場所っていうのも残ってるよっていうのを確認することができました。ちょっと結構ね歴史も意外と好きなんですよね。はい、なんていうのをちょっとね皆さんにご紹介させていただいちゃいました。ということで、列車で荒尾駅までやってきました。今ちょうど右手側に811系、いわゆる九州でよく見る、それも博多地区でよく見る列車がいますように、実はまだ熊本県ではあるんですが、この荒尾から先はいわゆる博多県というか博多都市圏というかに変わります。ここ八代からこの列車はまだこの先銀水まで走っていきますが、銀水にせよ荒尾にせよ乗り換えが可能になっています。というわけで、同じ車両なんで何が違うのかって話になるかもしれませんが、さらにこの先に移動することが可能なのがこちらの車両です。次のこの列車は普通列車の鳥栖行きです。佐賀県の鳥栖というか、佐賀っていうよりも、さらにね博多に寄るよっていうので銀水よりも遠くに行けるって話なんですが、ここで乗り換えてもいいんですけど、銀水だとあそこに乗ってらっしゃる方がみんな乗り換えてくるので、僕は別に結局立っても座っても正直あんまりどちらでもこだわりはないんですけれども、こっちに乗り換えた方が比較的空いてるかなってことで、ここから先はこちらの車両、同じです、同じように2両編成なんですが、佐賀県の鳥栖の方まで行きたいと思います。いよいよこう九州もねだいぶ上がってきた感じありますね。また上面までお知らせください。
今度はせっかくなんでロングシート側ではなくって、まあ、懐かしのというか元々の転換クロス的な場所に座っていこうかなと思います。やっぱりこの向きなんですよね。なんとなくこの向きが懐かしい感じがいたします。はい、で列車の方なんですが出発ということで14時38分発となっていますが、この前の列車銀水行き到着したのが14時34分ですから、荒尾での乗り換えは約4分です。約4分で次の列車が出発をするということになっています。なおこの荒尾は熊本県だよっていうのはさっきお話ししたんですが、もうこの荒尾から先っていうのは福岡都市圏のナンバリング、駅ナンバリングが導入されている駅にもなっています。はい、まあ、そんなわけで次は大牟田、まあ、大牟田も結構有名だとは思うんですが、それより何より放送で少し変わったよっていうポイントはそうなんですね。ここから先はスゴカも使えるようになりますから、そのスゴカの案内っていうのが追加されたのがここから先の区間になっています。なので途中の仙台までも使うことができたんですが、仙台からしばらく使えず、そしてようやくまた使えるって形になっています。で大牟田から先っていうのはこれですね。進行方向左手側、いよいよ福岡県に入ってまいりましたので西鉄でございます。これ互いに競合してますね。九州国立博物館へは西鉄が近くて便利ですっていう風に書いてあるんですが、西鉄でございます。まあ競合って言ってもね、完全な競合とはちょっと違っていて、お互いに福岡方面行くんですが、奥の西鉄は福岡天神に向かっていくので、まあ天神とか福岡のど真ん中に行きたいよって方の場合は西鉄線を乗っていくのがいいよっていうのと、あとは柳川とか、あとは太宰府天満宮とかに行きたい場合っていうのもやっぱり西鉄線のがいいよねみたいな、そんな区間になっています。そんな話をしていましたら列車は銀水にやってきました。ちょうど右手側にさっきまで乗っていた列車が止まっていますね。まあ、こっちの列車は結局そんなに混んでいないのと、また銀水行きで銀水から乗ってくる方もさほど多くは、時間的なタイミングだとは思うんですが、いらっしゃらなかったので、まあ、そんなに混雑はしてないのかなって感じでした。ただまあ時期によっては混むことがあると思うので、やっぱり僕は荒尾乗り換えっていうのを押していきたいなっていう感じではあります。でまあこんな感じで景色なんですが、さっきまでは結構海があったよって感じになっているんですが、まあ、やっぱり福岡県に入っていますから、まあ、そこはね田んぼとかっていうのは見えてきたりとか、山とかっていうのは見えてきたりはするんですが、海の景色っていうのはちょっともうだいぶ変わったのかなっていう感じでして、いわゆる市街地的なところっていうのを走っていくっていうのが福岡県内になっています。やっぱりこう県ごとに景色っていうのはいろいろと変わっていくので、まあ、そこら辺っていうのもいろいろとこう面白いポイントなのかなって感じですね。そして列車は今筑後船小屋駅、これソフトバンクのルーキーの選手が書いてあるんですが、タマスタ筑後って言われるソフトバンクの2軍の球場がある筑後船小屋にやってきました。これは、ね、野球好きの観点なんですが、新幹線の観点で行くと筑後船小屋駅っていうのは新幹線と乗り換えができるようになっていますので、新幹線、筑後船小屋駅ってなかなかね駅名が長い駅になってるんですが、そんなソフトバンクと新幹線が乗り換えができる駅っていうのがこの筑後船小屋駅になっていたので、ちょっとね進行方向左手側で皆さんにご紹介させていただいちゃいました。これは寮かな、ソフトバンクの若手の選手が泊まってらっしゃるのかもしれませんという話をしていたら、列車は久留米までやってきました。まあ久留米とか言い出すともうだいぶ本当に九州って感じがすると思うんですが、結構また人乗ってこられる方多いんですよね。この辺になってくるともうちょっと2両じゃだいぶしんどいんじゃないのってことで、基本的に熊本方面からやってきた列車っていうのはトスで、まあ、乗り換えというかトスが限界みたいな感じで系統分離をされているわけなんですね。下側見ていただくとこれ2から9両ってね、めちゃめちゃ幅があるのがわかると思うんですが、とは言ってもねこれ皆さん乗ってこられるんですよね。あとの列車でトス発とかっていうのがあるのかなって思うと、実はなんかそうではなくって、トス乗り換えっていうのがベストみたいな感じになっているので、皆さんやっぱこう乗ってトスでここから先の福岡方面乗っていくっていう、そんな感じになっていらっしゃるようです。
で、久留米から先っていうのは九大本線で大分方面湯布院本線等々に行ける路線も乗り換えとなっていました。でまたここから先新幹線が左側になってきまして、そうすると列車はいよいよ終点の鳥栖に到着となります。でここが佐賀県なんですね。福岡県を走っていて最終的に福岡抜けていく文字は福岡県なんですが、一瞬佐賀県挟むよっていうちょっと面白いターミナル駅鳥栖に到着、これにてこの列車終点ですので降りていきたいと思います。はいはいはい、ということでもうねなんかだいぶ博多の足音が近づいてきまして、しかしながらまだここは福岡県から今度は飛び出した佐賀県の鳥栖駅にやってまいりました。鳥栖といえばおうどんが美味しいんですが、次の列車をちょっと確認しないとちょっとねそんなものを楽しんでる余裕はないかなってことで、ご覧ください。こっから先もちろん目的地は二日市博多方面、いやー一番上には笠崎110号あれですね、肥前鹿島からやってくる特急と、その後2分後に快速の区間快速が門司港行きと書かれています。今回は追加料金なしの列車に乗るのがルールですので、この15時33分の門司港行き、もういよいよ北九州の名前が入っていますがに乗っていきたいと思います。わ、ちょうどその話をしていたら白い列車が来ましたね。885系の白い笠崎号が入ってきました。ってことはもうその2分後にこの列車出ちゃうんで行きましょうかね。はい、ということで熊本地区の列車とはいよいよこれでお別れとなりそうです。ということで改めまして3、4番線にやってまいりました。左側止まってるのは S マークなんで、元は白いソニックからデビューした列車ですね。行き先は笠崎博多振り子使うんで、この後多分二日市のみに停車をして、全然 LED 見えないな、めちゃくちゃ速い列車だと思います。ですが、今回はこっち側の右側の列車、今度は赤色の813系という車両になって、列車の両数もねだいぶ増えましたね。大分駅の湯布があるんだ、温泉行きたいな。こんな感じかな。さっき見ましたけど6両編成になったので3倍になりましたね。スカイチから福間のみ快速になるということみたいです。はい、じゃあ初めてですね今日特急見るのはね、なんですか、特急を見つつじゃあ右側の列車に乗るという感じで行きましょうか。でもこの後この車両ね、右側の列車はそのままもう博多ぶっ越えますから、多分ほとんどの乗り換える時間がないというか、なんて言ったらいいんだ、お腹いっぱいなんか食べることもできないんで、今日は昼ご飯抜きっすかね。厳しいな、いやお腹空いたんすけどね。はい、で乗ってる感じ見てみると座れないことはこの段階ではないかなっていう感じですかね。前に行けばやっぱ出口は遠いんで、その分だけいや座れるかなって感じだと思いますけどね。はい、区間快速リージョナルラピッドって書いてありますが、まあまあ門司港行き、いやー今回ねさすがに門司港に行っちゃうと全然目的違うんで、さすがに門司港に行くわけではないんですが、まあでもね一体これどこまで乗ったらいいのかなっていうのをちょっとねまた確認しながら行きたいと思います。では乗り換え時間6分で15時33分鹿児島本線区間快速の門司港行き鳥栖を出発となります。この後二日市博多折尾とか黒崎も通って小倉も越えて走っていきます。今日も JR 九州をご利用くださいましてありがとうございます。南福岡博多方面時の二日市まで各駅にともに二日市間は福岡駅の快速運転をいたします。はい、というわけで貨物の EH500 が見えまして、アナウンスも流れてきまして、今回はねここから先はもう車掌さん乗務されているので、てか今回初めての車掌さん乗務の列車かななんですが走っていくということになっています。鹿児島本線の JB っていうこうナンバリングがついていて、奥側見ていただくと分かりますが、今回の乗り換え駅は門司でございます。門司で乗り換えて下関方面に行くと広島方面に行けるよということなんで、小倉を越えて門司港に行くわけではないんですが、この列車そのまま乗り続けて門司まで行くっていうのが今回の区間快速になっています。でこの列車なんですけど、
扉の周りですね、多くの方が乗ることができるようにってことで、まあ、一列なくしたよっていうのが今回の列車になっています。ただくず物入れはなくしないのがやっぱり JR 九州っぽいなっていう感じですよね。なので座れるところがちょっと減っちゃってるっていうのはあるんですけど、でもねこのね答えっていうかっていうのはね、意外と博多の近くになってきた時にこれで良かったっていうのが分かりますので、それについてはまた皆さんに後ほどご紹介をさせていただきたいと思います。なおこの列車はなんとね、新しそうに見えるんですが和式のトイレになっていたので長時間乗るのは意外としんどいかもしれません。なんか国鉄風の掛け金になっているのもまたポイントなんですよね。またこの列車をさらに改造してロングシートにした車両っていうのも実は最近走っています。はい、というわけで奥に山、筑紫の山が見えてきますと、列車はいよいよ二日市に到着となります。これさっきの西鉄と見えたと思うんですが、西鉄二日市と JR の二日市は意外と距離が600メーターぐらいだったかな、離れているので注意が必要で、太宰府方面に行くときもやっぱり注意が必要なのがこの二日市になっています。僕は今こんな広めのスペースのところにいますが、ようやく鳥栖からだいたい20分ぐらい乗ってきた15時52分もう4時になるかけているんですが、この二日市から先っていうのがいよいよ区間快速という方で快速区間に入っていきます。なのでここから先の鳥栖南水木っていうのは通過をして大野城に泊まっていくよって形になります。まあ、今回ね各駅停車縛りっていう形にしようかとは思ったんですが、まあ、一応ね早くなるべく遠くに行けたらってことで愛知ね区間快速も OK とさせていただいております。まあ、とはいえ実は各駅停車を縛るって形になった場合は二日市で途中の恵比寿行きに乗り換えて、で恵比寿でまたあの途中区間快速だった列車に乗って小倉まで行くと、といってもね実は20分ぐらいしか変わらないんですが、ちょっと20分は大きいかなっていう風に判断してしまったので今回は区間快速になっています。ただ速度はね100キロ弱ぐらいなのでめちゃめちゃ飛ばしてるってわけではありませんでした。そして列車は今南福岡までやってきました。この南福岡駅は特急列車等々がお休みしている駅になっていて、結構ね検査とかっていうのも行うような場所っていうのが南福岡です。そして七つ星がいましたね。いつか乗ってみたい、七つ星九州一周とかやってみたいですね。そして YC1、 これ長崎の列車なんですけどが止まっているのが見えてきますと、列車はこれで竹下ですね、竹下っていうところにもまた車庫があるんですけど、こんな竹下駅っていうのを今回の列車は通過ですので止まらずに走っていきます。そしてもう周りのビルっていうのが、まあ、今回鹿児島、熊本と2つの都市を見てきたんですが、まあ、そことはちょっと比べ物にならないぐらい大きなビル群がたくさん、ビルというかマンションかなが並んでいるんですが、こちらが九州最大の都市である博多駅ですね。博多駅までいよいよやってきて、博多到着は16時8分となります。今回は朝6時だったんで 10時間かけて博多まで来たということですね。いや、在来線だけで博多まで来ると九州内だけの移動になるんですが、なんと10時間ぐらいかかってくるっていうなかなか激しい感じになっていますが、いよいよ博多に到着となります。僕が見ると、東海道新幹線になる車両ですね、 N700 系も見えてきまして、ここからはいよいよ東京駅まで直通で走る新幹線も登場する場所、それが博多駅になっています。もうあれかな、さっきの笠崎が折り返しになってるのかなと思うんですが、博多到着で、でやっぱりラーメンとか食べたくなるわけなんですが、今回の列車は博多はそのまま突破していきます。停車時間はわずか2分間となっていますので、まあ、車内から博多に着いたねっていうのをただちょっと喜ぶだけにはなっているんですが、いよいよ博多でまたこれが混むんですね。でいよいよこの後の列車からはさらに混んでラッシュの時間になるので、周り見ていただくと8両とか9両になっていると思うんですが、まあ、それぐらいですね多くの方が使われるよっていう形。まだドアの周りでもこれやっぱりあれですよね、列を1列分なくしたからちょっと余裕を持って立つことができるよってなったのがこの博多でもお分かりいただけると思うんですが、奥川崎はいよいよもう夕方になってくるので、今度はね帰宅ラッシュの時間に入ってくる、そんな列車となりました。この奥ですね、ラーメンですよ、ラーメン。このねホームのラーメンがまた美味しいんですが、今回はお預けで博多駅を出発していきます。そして博多を出ると吉塚、小崎、千早と進んでいくんですが、進行方向を左手側では
あの車両も実は見えます。まあ、今回ね、鹿児島本線右左どっちがおすすめかは一概には言いにくいんですが、左側にこれ見えますか、ちょっと青っぽい車両、これは地下鉄の貝塚駅です。福岡市地下鉄貝塚線の車両なんていうのも見ることができます。まあ、なのでね、どっちの景色が一概にいいとは言えないんですが、博多駅付近は左側が意外とおすすめだったりもします。ということで、列車は福岡県の鹿児島本線小賀までやってきました。もうね、博多を出てからあのような状況でどん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 途中駅で減っていくんじゃなくて逆に乗っていくるっていうありさまでしてね、めちゃくちゃ大混雑、いやこんなに混むんだっていう感じで、まあ、今日は指宿枕崎線の朝ラッシュをちょっと体験したわけなんですが、そこからまた鹿児島本線でこうお帰りのラッシュを体験するという、なかなかこう激しい、いやね、こんなに混むとは本気で思っていませんでした。で、今なぜここで出てきたかっていうと、今日多分唯一になるのではないでしょうか、通過待ちですね。鹿児島本線は特急きらめきや大分方面の特急ソニックが来るんですが、特急にも先を行ってもらうってことで特急の待ちを行っています。いやー、さっきのカササギといい、このソニックといいね、特急を使ったらめちゃめちゃ楽だなというのは間違いないんですが、まあまあまあ、でもね、これはね、普通列車ということで、あ、またあれか、白いやつが来ましたね。いやー、でもこれ乗ったらね、あと2時間ぐらいで大分ですからね、温泉行きたいな。あ、でも金崎はソニックの車両だったのに、これはカモメの、元カモメの車両を使ってるんですね。それとあんまなんか飛ばしてないな。はい、ということで、でもね、振り子の車両なんで結構早いんですが、古賀では特急ソニックに追い抜かれました。まだね、続きます。はい、混雑はしていますが、再び区間快速、もうでもなんか福間までなので、ここから先は各駅になっちゃいますが、列車戻っていきたいと思います。で、まあ、今この列車は博多から小倉方面に向かっているということで、博多、まあ、九州一の大都会から北九州の大都会に結んでいます。途中折尾黒崎なんていう、まあ、これもまあ北九州にはなっちゃうんですが、まあ、街を挟んでいるので、ずっと景色が市街地から続くのかなと思うかもしれないんですが、意外や意外という方で、こんな感じで結構ね、のどかなところっていうのも意外と走っていきます。ただ奥の方とか見ると大きいマンションとかもあるんで、まあ、その辺がやっぱりさっきのね、熊本とか鹿児島とは違うところかもしれませんが、あとはこう恩賀川なんていう川なんていうのも渡っていきますので、まあ、結構ね、景色が良かったりもします。まあ、それも含めて右側かな、左側かな、あんまりここら辺は大きく変わらないかもしれませんが、まあ、でもね、いろいろ綺麗な景色っていうのを見ることができるようになっています。なんて話をしていると、これまた新しく交換になりました。今日ね、走ってきた熊本っていうのももともとは地上のホームだったんですが、まあ、どっちかというと熊本よりさらに新しいところではあるんですが、折尾駅ですね。この折尾も高架駅に変わっていて、今は完全に高架駅になっていて、以前、まあ、一時的に使われていた地平ホームなんていうのをお届けさせていただいたこともあるんですが、そんな折尾に到着です。まだこれ乗ってくるんですよね。すごいですよね、本当に、ね、ずっと乗ってこられるということで、まあ、この辺になってくると、今度は小倉ですね、小倉とかに行きたい方で混雑をするわけなんですが、まあ、基本延々と混雑しているのがこの列車ということでして、ただまあここで座席空いたんで座ることができたんですが、まあ、それでもね、ずっと混雑っていう感じになっているので、まあ九州内の移動なかなか大変なんですよね。まあ、だから少しお金を入れて特急列車に乗った方が楽だなっていうのもちょっと分かるような場所になっているんですがね、いやー、なかなか在来線、普通列車、快速列車で移動するのは正直大変です。あ、ちなみにもう列車なんですが、途中の福間から先で各駅停車になっていまして、終点の門司港までは通過駅はもうありません。そして列車は続いて進行方向右側、見えてきたのがスペースワールドの痕跡とイオンですね。スペースワールドも一部手前側のロケット発射台みたいなやつだけは残してるんですよね。あとはね、もうなくなっちゃって今はでっかいイオンになってるんですけど、そんなスペースワールド、まあ確かね、カタカナの駅って結構珍しいですよね。ここら辺あんま多くないんじゃないかな。なんか今一瞬ステーキハウス88って見えましたね。沖縄のステーキ屋さんが文字工スペースワールドにあるのかな。ちょっと沖縄も行きたくなってきましたね。はい、まあまあまあ、それはそれといたしますが、スペースワールドなんていうのが見えてきて、そして川を渡ってくると、いよいよ夜ですね、太陽が沈んじゃったんですけど、列車は小倉までやってきました。小倉到着17時31分でございます。いやー、今回旅がスタートしてから11時間ぐらいでいよいよ北九州の小倉までやってきました。いよいよ九州が終わるのかなって感じになってくるわけなんですが、小倉到着です。
まあ、ここから先は九大線に乗り換え、九大線じゃないですね、日豊本線大分方面乗り換えもできますし、もちろん改めて新幹線に乗り換えることもできるわけなんですが、もちろん今回はねこのまま乗り続けます。小倉でようやくそんなに人がね乗ってこないよっていう感じになりまして、むしろ小倉は降りる方ですね、北彦山線方面に乗り換える方も結構いるんですが、これですよ、めちゃめちゃ多くの方が降りられるんですよね。なので結構ね列車としては遅れたりすることもあります。あ、結局なんだ遅れてるのかな、はい、なんていう感じになっていますが、これが結構ね遅れてるようなんていうのもありがち。17時これ今35分ですから、この列車は結局2分ぐらい遅れちゃいましたね。なんですが小倉駅、まあ、博多と同様小倉駅も通常の停車時間でもやっぱり2分ぐらいなのですぐにスルーって感じになりました。で車内はもうこんな感じですね、ガラガラになりまして、もう実行方面に行く方はそんなに多くないよっていうのもこれでお分かりいただけるんじゃないかなと思います。小倉もまたねうどんが美味しいんですよね。お腹が空いてきたな。そして小倉駅を出ると進行方向左手側ではまたちょっとした海を見ることができます。まあこの後は関門海峡ということでいよいよ本州に入っていきます。車だと関門橋っていう橋を渡っていきますので海をすごいね楽しむことができるんですが、電車ではちょっとできないんですね。そして太陽ももうねだいぶ降りてきまして、いよいよね日が沈むって感じになってきてるわけなんですが、列車は小倉駅を出ると門司小森へと停車をしていきます。さっき皆さんに路線図でご紹介しましたように、この先本州方面に行く場合は門司駅での乗り換えとなっています。門司駅で下関行きに乗り換えをするということになっているんですが、今回なかなかいい乗り換えになっています。あ、これは貨物ターミナルですね、鹿児島方面から来た列車もこの貨物ターミナルで出会えるよって感じになっていますが、どういうことかって言いますと、この先下関行きっていうのが走っています。で下関行きって基本的に小倉駅から出ていますが、小倉から出てなんとこの門司でですね後からやってきたこの区間快速っていうのを実は待ってくれているんですね。なので小倉駅であれ列車がしばらく待ち時間あってないなっていう風に思う方もいらっしゃるのかもしれないんですが、特に博多方面からやってきた普通列車で行くの場合は門司まで行くと門司で待ってくれていることがありますから、門司まで行くことにした方がいいんじゃないかなと思います。ただ乗り換え時間ですねなかなかタイトで、この列車は定刻は17時38分着なんですが、反対側の列車は17時39分発ということで、乗り換え完了を確認したいすぐ出発となっているので注意が必要です。ただ乗り換えですね、絶妙にうまくというかこの列車遅れていたんですが待ってくれているよって感じになっているので、そのままこちらの列車に乗車をすることができるようになっています。列車ですねこれすごいですよね、板多いってなっていて大分の車両なんですね。硬直両用っていう車両になっていて、ここ越えられる列車っていうのはこの水色の415系しかないんですが、次はこの下関行きに乗車をしていよいよ関門海峡を渡っていきます、いきたいと思います。でこれね乗らないと結構やばいんですね。この先の列車本州方面の列車っていうのはなかなか本数が少ないので、ここではぜひ乗っておきたいのがこの列車になっているんですが、わずか1分です。1分乗り換えでいよいよ本州方面下関行き乗っていきます。九州とはいよいよお別れです。では早速本州直通の列車に乗っていくんですが、これもういきなり門司を出発してハイライトです。実はこの列車ちょっと面白いってことで、まあ、なんでそもそも415系っていう水色の列車しか基本的には走れないのかっていうのはちょっとこのねライトを見ていただくとわかると思います。皆さん誰もびっくりしないんですが、これ僕はびっくりするんですけど、バチって今これライト消えましたよね。はい、これライト真ん中のちょこっとしかついていません。誰もこれびっくりしないですよね本当にねなんですけど、これどういうことかっていうと、本州の、まあ、途中砦とか黒磯までは直流になっています。でも九州は、交流になっているので、交流と直流が切り替わるのがこのちょうど九州は門司を出た瞬間となっています。なのでそこを越えるためには硬直両用って言われる特別な列車じゃないと越えることができないんですが、その特別な列車、ちょっとこの列車古い列車ですので、越える時に電気が一瞬消えるんですね。切り替えている間は電気と確かクーラーも消えんじゃなかったかな、なんですけど、そんなね消える様子っていうのをここで見ることができました。まだ夕方だったんで、まあ、消えても
そんなに暗くはないんですけど、あの夜になるとね結構シュールな光景なんていうのを実は見ることもできたりもします。左側はかつて走っていた415系のクリーム色の列車です。そしてこれが九州で見る最後の光景となり、ここから先は関門トンネルに入っていよいよは下関方面、九州から本州へと移動をしていくことになります。はい、というわけでだいたいもう5分ぐらいかなで関門トンネルを突破しまして、まあ、トンネルはちょっとねスキップしちゃったんですが、見えてきたのがこちらが本州の光景です。九州から本州に渡ってまいりまして、福岡県から山口県に入っております。九州こちら到着時刻なんですが、定刻ベースでいうと下関到着は17時46分となっていますから、九州内を駆け抜けるのに11時間と40分ぐらい時間がかかったということになっております。なお奥側とか見ていただくと機関車とかね、あとは列車とか見ると黄色の列車とか、あとはタラコ色の列車とかが走っています、止まっていますので、あ、そういうのを見ると、あ、 JR 西日本の区間に入ってきたんだなということで、いよいよですね、なんかこう九州じゃないんだなっていうのがよくわかりますよね。いや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 、というわけでこっから先はまだ長いですよ、まだ長い、まあ、ここが夜の世界なんでそれがある意味長いとも言えるかもしれませんが、いよいよ列車は下関駅に到着、 JR 九州から JR 西日本にバトンタッチをしていきます。ちょうど奥側は水風に以前乗ったんですが、そんな水風が出発する特別なホームとなっています。特別でもないか、でもね、あの走るときは結構特別になっている、そんな場所になっている下関駅到着、17時46分です。ということでいよいよ九州から関門トンネルを越えて小倉じゃなくて下関山口県九州を出ることができました。まもなく6時になろうとしていますので、結局枕崎から、まあ、九州を出るのに12時間ぐらいかかったということになります。でも、まあ、まだ明るいっちゃ明るいのでもっともっと行けるぞって話になりまして、まあ、ここまではずっと九州の列車を使ってきましたが、まあ、反対側を見ればね一気に九州じゃない世界に来たっていうのが分かりますでしょうか。そう、黄色い列車でございます。山陽本線のいわゆるよく皆さんが知っているような列車を使って、ここからはさらに、東へと移動をしていきます。そんな次に乗っていく列車なんですが、こちら岩国行きです。はい、新山口豊富方面の山陽線なんですが、岩国までこの列車次は4両ですから、4から4両になるということなんですが、そう、こっちの列車が遅れちゃったんで本当は7分ぐらい待ちがあったはずだったんですが、ちょっとね全然遅れちゃって、やっぱりご飯等々は食べることなく行かざるを得ないと。まあなんでかって言って、この17時53分行くと次は大月とかね行けますが、遠くに行こうとするとやっぱ30分ぐらい時間がなくなっちゃうんで、ここももうスルーするしかないということですね。でもってこんな感じで2扉になっているんですが、これがまたね混んでるんですよ。いやもう今日はずっと混んでるというか、まあ混んでる時間帯っちゃ時間帯なんですけどね。いや、またしばらくちょっと、はい、ということでね、混雑している列車に乗車をしまして、とにかくこの列車さえ乗れば岩国には行けますから、岩国方面へと移動をしていきたいと思います。さて車内の方に入ってまいりました。駅カフェ下関とかっていう風に書かれておりますが、この列車の車内のところには路線図がついておりましたので、少し路線図を見ていくと九州とはまた違った路線図になってますね。下関から山陽本線の旅がスタートしております。この青で行くと IC カードずっと使えますね。新山口になって岩国になってという感じで続いていきまして、広島ですね。この列車は岩国で、岩国はまだ山口県なんですが、今度は赤色の広島地区の広島までになって、でそこから先は今度は緑色 G になって西条三原方面になると、今度は糸崎になると、今度はね岡山方面の岡山地区になって、岡山で、岡山で来ると今度はまた大阪方面になって、上郡でまたちょっと雰囲気が変わるって感じになっていくんですが、まあ、そんな中心は広島になっているんですが、区間にいよいよ入ってきたって感じになります。なんで話をしてたらドアが閉まって、あ、ちょうど小倉行きと同時刻の出発になりましたね。遅れることはないんですが、17時53分、いよいよ山口県は下関を出発していきます。
そして列車は山陽本線の幡部にやってきました。この幡部だと山陰本線との乗り換え駅になっていて、ここから山陰本線行くと島根県、鳥取県等々を経由して福知山方面を経由してさらに京都方面に行って、京都で再び東海道線と合流をするなんていう移動をできるようになっています。これ幡部なんですけど、意外とねこれ降りる方がいらっしゃっていて、座席が意外と空くんですよね。はい、なんていう感じで下関で結構混んでるような感じがするんですが、これまたさっきの場あの都市圏、熊本都市圏と同じで近場で意外と皆さん降りていくのかなっていう、そんな場所になっています。また幡部駅は奥に車庫があって、結構ね JR 西日本の車両が、まあ、いろんな検査とかを行う際にやってくる場所になっています。でそれだけじゃなくって、さっきの熊本の新幹線の場所と同じくで、 JR 西日本の古い車両が最後を迎える場所としても有名なのがこの幡部になっています。これ撮ってるの結構ね古いんであれなんですけど、列車のこう117系の解体とかっていうのを行っていたりもしました。まあ、いろいろとね解体結構寂しい場所にはなってるんですけど、まあ、大阪の吹田とかもねありますよね、同じ感じで、まあ、なんかそんな解体とか古い列車が最後ね幡部とかね幡部入場とか時折行ったりもするんですけど、そんな場所になっています。そして列車は続いてやってきたのが新下関駅です。下関は新幹線の駅はないんですね。なのでこれまたあの八代新八代と同じような感じなんですけど、新下関で新幹線にようやく乗り換えることができるっていう、そんな場所になっています。ただまあ移動したい場合はやっぱり小倉乗り換えがいいかもしれませんね。はい、だと望み止まりますからね。はい、まあ、そんな新下関駅となっていました。で新下関になってもう座席開くんですね。なのでここはね新高校右手側がおすすめなんですけど、新高校右手側の窓に座ることもできました。またここも山陽本線かなり、まあ、特急列車なんてほとんど走らないんですが、区間がいい場所となっていますので、100キロぐらいで普通列車なんですけどぶっ飛ばすよなんていう、駅間も長いですからね、そんな様子を見ることができました。で結構ねお腹が減っちゃったんで、ちょっとカバンの中を漁ったらですね、北海道名物羊羹パンなんていうのが売っていたので、ちょっとこれをですね食べていこうかなと思います。あ、これアナフェスタということで、実はあの空港で買ったパンになっております。はい、こんな感じですね。買ったのが分かります。これ札幌市豊平区って書いてあって、そうこれあの確か昨日新千歳で買ったのかな。めちゃくちゃな移動になってるんですけど、まあちょっとそれもねあの醍醐味ではあるんですが、あの北海道のパンがあったんでちょっとこれを食べようって感じになりました。確か新千歳で買ったような記憶があります。あれ違うかな、稚内空港だったかな。まあ、いずれにしろわけのわかんないこと言ってるかもしれませんがまあ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 、そんな話をしながら列車は上の方まで来て、やっぱりねいろんな方で、ね、混雑しているよ、学生の方がいっぱいいるよっていうのと、あとは上線のねちょっとね昔の車両、カラーリングの車両なんていうのも見ることができました。で列車は新山口までやってきました。下関から1時間ほどで山口県のターミナル駅新山口に到着です。なんか新しいこんなモニターが追加されていて、なんか変わったなっていうのと、4両編成なんですけど、どうやらこの列車なんかワンマンで運転されてるんで、まあそれもあってってことなんでしょうね。でこの新山口に到着をして、じゃあこの後どうなるんだって話なんですが、ちょっと列車の次の時刻を見ていただきたいと思います。こちらです。はい、なんとこの列車今時刻が7時3分なんですが、次の出発19時26分まさかの23分も停車してしまうとのことです。いやさっきのね古賀の駅でも3分ぐらいしか停車をしなかったんで、いやそんなに行くかって感じがするんですが、まさかの停車時間ということになりましたので、いやはやどうしましょうかねって感じですよね。さすがにね20分超えってね、うん、ただまあね結構いや距離にしたらそんなに言うても来れてないところはあるんですが、疲れましたね。はい、ということでまあちょっと様子を見ながら、まあ、新山口駅ちょっと見ていきたいと思います。とりあえずなんとねここで23分も止まってしまいます。そしてちょっと上側の方に上がってきていまして、またねこのように東京行きの新幹線は残ってますね。多分これに接続するようになったのかなと思うんですが、のぞみ62号の東京行き、
多分この64号はあの追加駅1個も停車しないんでこれが最後だと思いますが、すごい、いや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 、しかしまあ新幹線はすごいなって改めて分かるんじゃないかって気がします。であと電車のトイレは今回のやつはちょっとご紹介はしてませんが和式になっているんで、まあ、ちょっとねお腹が痛い場合はぜひここでトイレに行っておくのが良さそうですね。それと駅の中ですが、待合室に加えて一応こうセブンイレブンがあそこにあるんですが、セブンイレブンねライトはついているものの残念ながらちょっとあの入ることがねできませんでしたってことで、まあ、多分7時とかに終わっちゃったのかな。終わる時間ちょっと早いよって気がするんですが、まあしゃあないですね、しゃあないっちゃしゃあないんですが、残念ながらやってないよっていう感じになっていました。いやー残念なので、まあしょうがないですよね。どうしたもんかな。あほらやっぱりこうだ、19時でさらにすごい、さらになんか変更しちゃって、 SL が運転してる時のそれも1時までしかやってないという、なかなか新山口厳しいですね。めっちゃなんかお肉の匂いがしてきましてね、ホーム上にいたら、うわーいいっすね、これはちょっとお肉食べたいな。お腹が、まあ、さっきウイオーパンもめちゃくちゃ美味しかったんですけど、お腹減りましたね。そして今回の列車が20分停車をしている、まあ、もう一つの理由も見つかりました。こんな感じでちょうどこれ、出雲市なのかな、鳥取かな、どこかからは分かりませんが、山陰方面からの特急スーパー沖新山口行き、新山口行きのスーパー沖がこれやってきて、これで接続って感じになってるんでしょうね。右手側の列車はそのまま山口行きの山口線の普通列車になっていて、左側の列車が着いた後多分、11分が新幹線なんで、あもう東京行きは無理か、でもこれには乗れますから、いや岩国方面には接続してるっていう、逆に言えば東京行きに接続してあげてもよかったのになって気がするんですけど、なかなかスーパー沖厳しいですね。だって一応13分着になってるんですが11分に東京行き、これは改善の余地ありなのかなって思うんですが、他の狙いはあるんでしょうか。さあそんなちょっとブレイクタイムじゃないですが、長時間の停車もあった新山口を出発していくと、ちょっと夜なんでなかなか楽しめないかもしれませんが、絶景ですね。進行方向右手側が絶景ポイントになっていて、どういうことかっていうと海が見えるようになります。といってもこれ肉眼だと意外と見えるんですが、画面上だとちょっとなかなか見えないですね。はい、それが少し残念ではあるんですが、山陽本線は海沿いを走っていくのがここのポイントになっているので、まあ、それもあって進行方向右手側がおすすめだよっていう風にお話ししたその理由になっています。ちょっとだけ今海の明かりが見えましたかね。でその話をしていると列車は徳山です。徳山もまたのぞみ号が一部停車する駅になってるんですが、それより何より新幹線に乗っていると工場夜景を楽しむことができるのが徳山になっています。でまあ、そんな徳山なんですが、新幹線は高いところを走ってるんで結構綺麗に工場夜景見えます。しかし在来線の方は高くない、まあ、低い場所、あの地平を走っているのでなかなかですね、あの景色っていうのをちょっと楽しむことができないっていうこともありますので、まあちょっとね新幹線と在来線の違いっていうのがこういったところも出てるのかなっていう気がいたします。でも逆に新幹線は徳山周辺じゃないとなかなか海楽しめませんからね。徳山駅もちょっと上に来てみましたが、やっぱり改札内には特にこれといってコンビニとかはないみたいですね。はい、まあこんな感じで、あの山口といえばじゃないんですが月で拾った卵をこれ結構美味しくて好きなんですが、外に行けばね御雪口港口ありますが夜景も見えますしコンビニもあるので外に行けば OK という感じになってます。で新幹線は徳山も本当にほとんどのぞみ号が止まらないって駅になっていますが、しかし多分乗り換えでまだ名古屋無理かな、でも名古屋8時、博多8時発なんかあったような気がするんですが、まあ、とにかくね新大阪岡山福山で反対側はまだ鹿児島中央行きがありますね。今日来た鹿児島に新幹線だったらまだ戻れるということで、まあまあね戻ってもいいんですが、全然まあそれもちょっとなんか話が違うって感じかな。で徳山駅なので、まあ、結局あの帰ってきても帰じゃないですね、上に上がってきてもやれることはないよっていうのと、あとは今日日立オレンジ鉄道で何回かご紹介しますが、ここもある意味国鉄型の配線ってやつなんじゃないですかね。左側の方を見ていただくとこっちに2つ1面2線のホームと右側に1面1線のホームがついてるよって感じになっているということですね。お、なんか今新幹線が出てきましたね。 1,2,3,4,5,6,7,8 両なので、
もしかしたらあれは桜とかの鹿児島中央駅かな、うん、だと思います。はい、ということでね、結局こういう JR の駅で見てみると、今日の日差しオレンジ鉄道のさまざまな駅っていうのがやっぱり JR だったんだなっていうのが改めてよくわかる。そしてここももちろん昔は特急や寝台特急が来ていたので、そういった歴史があるんだなっていうのがなんか答え合わせになったんじゃないかなとも思います。そして徳山を出てしばらく行きますと下松という駅にやってまいります。でこの下松っていうのもまた電車好きの方にとってはたまらない場所になっていて、どういうことかっていうと、下松には日立って呼ばれる電車を作るための工場があります。でこの日立、まあ、笠戸っていう場所にあるんですけど、から例えばスペーシア X、 これ皆さんにお届けしたことがあるんですが、がここからですね東武まで運ばれていく、そのなんか JR に初めて入ってくる一歩を踏むのがこのね下松駅になっていて、あとは東京メトロの半蔵門線とかも確かここだったかなと思うように、時折山口でこんな車両来るのっていう列車が登場するのがここ下松となっております。まあそんな駅、あとは新幹線を作るのもこのね山口になっていて、例えば E7 系とかかな、新幹線の北陸新幹線と、上越新幹線の E7 系とかっていうのもここで作って、で船で輸送して、で仙台まで持ってくなんていうね、そんな場所にもなっているので、結構ね鉄道の街、山口鉄道の街っていう、こんな下松駅になってます。ちょうどね奥の方ちょっと暗いんで見にくいかもしれませんが、一番奥に日立の工場までの線路っていうのがついていて、右側の方に分岐をしていく形で工場から列車が分かれていくって形になっています。さらにこんな感じで今ちょうど見えているのが笠戸大橋っていう橋なんですが、海とこう橋とかっていうそんな光景をやっぱり見ることができます。やっぱね山陽本線右側がいいよって形なんですが、夜でも比較的景色を楽しめる場所っていうのも意外とあります。まあ、なのでこの辺とかはやっぱりこうね鹿児島枕崎とはまたちょっと違ってってことで、どっちかっていうとこう山の中っていうのももちろんあるんですけど、海の景色っていうのも楽しめる区間になっています。そしてこんな感じで反対側には黄色ではなく赤色の車両が見えてまいりました。こちら広島地区で活躍している227系と呼ばれる車両ですね。今そうこの黄色い車両っていうのは本当に途中の下関付近であったりとか、まあ、岡山付近もだいぶちょっとねうららっていう車両に変わってきたんであれなんですけど、まあ、結構新しい車両に変わってきたって場所になっていて、ちょうど今アナウンスではようやく岩国って言っているんですが、もう新山口まではですね赤い車両ステンレスの車両で移動することもできるようになっているんですが、いよいよもってこの岩国から先っていうのは全ての列車が赤色の車両に変わっていくっていう、そんな場所になっています。なので奥側も赤い車両見えています。まだ山口県ですよ、まだ山口県なんですが、いよいよね広島地区の列車に変わってきたっていう、そんな岩国到着です。山口県内だけ移動したんですが、岩国到着はなんと9時半、3時間と37分乗りっぱなしでした。はい、ということで3時間40分乗りっぱなし、いよいよやってきたのが岩国です。でさらにこの左手側にもう次の列車が止まっていて、さらにもう出発をするとのことです。21時31分、次は白市行きという列車がありますね。この列車レッドウィング、もう227系になったわけなんですが、多分もう出発しちゃうんでとりあえず乗っちゃいましょうか。おー、はい、というわけで改めて車掌さんも乗ってらっしゃるんですけど、自営放送が入っているのがこの広島地区の列車の特徴になっています。まあ、車内は本当にもう大阪で見るのと同じですね。補助席、あ、今使えない、あ、こんなにガラガラなのに使えないんですけど、補助席が付きの座席になっていて、あとはまあ転換の座席になっていて、まあ、椅子も本当に色が違うだけでって感じになってますよね。座席はどちらも選び放題となっていて、まあ、かなり車内が空いています。まあ、これが広島近くになってきた場合どうなっていくのか
かっていうのはまたちょっとこの後注目をしていきたいと思います。まあ、行き先だけ見て白市って一体どこなんだって話なのかもしれないんですが、この岩国を出て白市、一応ねちょっと路線図をこれね下関からもちろんついているんですが確認すると、まあ、この後いわゆる宮島で有名な宮島口を通って、そしてあの先ほどの路線図、この路線図のど真ん中広島を通って、さらに西条を通って白市という、そんな位置関係になっています。なので岡山県には入りませんが、広島県内のにある駅、それも広島とか西条を越えた駅っていうのが今回のこの列車の目的地である白市となっています。そして今列車は21時38分大竹駅に着いたんですが、この大竹駅から先がいよいよ広島県となります。ここから先は広島県を移動していくことになりますので、まあ、鹿児島から結構来ましたね。鹿児島、熊本、福岡、山口、広島という感じになっております。あ、トイレはちなみにこんな感じで洋式のトイレになっていますので、まあ、さすが新しい車両ってことで安心感がありますね。はい、まあ、本当にどっかで見たことがあるような快速、新快速と同じようなトイレになっています。そして列車は奥の方に明かりが見えましたでしょうか、宮島口です。秋の宮島、厳島神社がある宮島方面への乗り換え口である宮島口までやってまいりました。もう本当になんか広島感がありありと出ていますよね。まあ、ここから先は船に乗って厳島神社の方に行くことができるということになっています。ただ確か桜島の、鹿児島の桜島と違って船が24時間営業じゃなくて比較的早い時間に終わってしまうので、そこだけがちょっと注意が必要だったように思いますのでお気をつけください。奥の方を見ると広電、路面電車が見えてきました。今回は鹿児島に路面電車があって熊本にも路面電車があってなんですが、そこからねしばらく、まあ、あの黒崎の京成筑豊鉄道を果たしてそれに入れるかどうかは別ではあるんですが、まあ、しばらく路面電車がなくって久々の路面電車になります。まあ、ちょっと時間はかかる、おお、ちょうど来ましたね。はい、ってこんな感じでしばらく途中の広島ぐらいまでは一緒に走っていくことになります。宮島口から広島までっていうのは、まあ、路面電車と JR でってことで、時間を取るなら JR、 料金を取るなら広電っていうね、そんな感じになっています。あとはね、広電は広島のど真ん中原爆ドームであったり神谷町方面に直で入っていきますが、こちらの JR はそういったど真ん中の方には入っていきません。まあ、入っていくって言っても新白島とか横川ぐらいが限界ですので、まあ、その辺じゃなくてど真ん中にダイレクトに行きたいよって方の場合はぜひ路面電車を使ってみてください。そして今新井ノ口駅を出たんですが、新井ノ口出ると新高校右手側に広電の車庫を見ることができます。路面電車の車庫ですね。でこの路面電車の車庫にはですね、以前これまた取り上げたことがあるんですが、グリーンムーバーと呼ばれるドイツ製の列車が大量にこれ放置されている様子を確認することができます。まあ華々しくデビューをしたんですが、なかなか広島の気候と合わずに今はほとんどの列車が解体とまでは言わないんですが、お休み中ちょっと動けなくなっちゃったっていう、そんなね歴史があるのもちょっと広島の路面電車のまあ興味深さなのかなっていうのを新井ノ口出たところで確認をすることができます。はい、そんな話をしていましたら列車はいよいよ広島到着になりました。到着時刻は22時21分です。いやー10時ですよ。もうね、今回6時に出発してますから、もういかに時間がかかったのかっていうのがわかると思うんですが、岩国からはでも1時間足らず50分ぐらいでいよいよ山陽の大都会広島駅までやってまいりました。幕ヶ崎から来れるんですね。でもまだ10時ですからね、なんかちょっと早い感じもいたしますが、列車は広島です。はい、ということでいよいよ山陽の大ターミナル広島までやってまいりました。広島でございます。と言ってももうあと1分ぐらいで出発しちゃうんで、全然もうなんか広島感、お好み焼きなんか全然食べれないっちゃ食べれないんですけど、いよいよ広島に到着でございます。で22、23分の列車なんで、まだこの後も白市とかいくつか白市、西条とか出てるんで、まあ、白市から先もねまだ行けるんじゃないかなっていう気はするんですが、どうですかね。まあ、とりあえずはまあそのまま出発という形になりそうです。乗務員さんも交代されてますね。というわけで広島駅を列車が出発していきましたが、ここまで結構空いていましたが、広島からはちょっとやっぱり混んできました。やっぱ大都会っていうのもありますからね。まあ、この広島付近、特に西条あたりぐらい
までは混むのかなって号で五日市から西条ぐらいっていうのは意外と混むスポットになっているようです。ちょうど奥側に見えていますのはこれね、カープのプロムナードっていうとちょっと言い方がおかしいかもしれませんが、この赤色の東横インにも現れていますように、広島といえば広島東洋カープ、今巨人阪神と優勝争いを繰り広げている広島東洋カープなわけなんですが、その本拠地である広島のマツダスタジアムを進行方向右手側で確認することができます。新幹線だと上の方からで結構綺麗に見えるんですが、在来線からはとこう下から見上げるような感じで見るのがこの広島のマツダスタジアムになっています。まあ、こんな感じで貨物のね、あの基地とかっていうのも一緒に見ることができるようこそマツダ広島へなんですが、まあ、今回野球場って意味で言うとソフトバンクの2軍球場の玉スタ地区号を見てきたんですが、まあ、そこから今度は広島カープの環境地であるマツダスタジアムの横を通過していくって感じになっています。で、列車は今解体地駅を出発していきました。で、これ解体地っていうのまた列車が分かれる場所になっていて、今この列車は山陽本線を走っていくんですが、この先呉方面に走っていく呉線っていうのがあります。で、呉線っていうのがまた今度景色がいい路線になっていて、海が見えるんですね。で、その路線に、まあ、景色をお任せしてるんで、こっから先この列車っていうのは山の方を走っていくので、まあ、ちょっとね景色が楽しみにくいよっていうのが山陽本線と呉線の違いになっています。そして列車は時刻ちょうど23時ちょうどになりました。23時でございますが、列車は西条までやってまいりました。まあ、西条はさっき広島で時刻表を確認したように、広島からの終電の行き先になっているのが西条ですね。なので、まあ、もうちょっと朝遅くやってきても西条にはどうやら来れるかなって感じなんですが、今回この列車は終点は白市ですから西条は越えていきます。この先西高や、白市って感じになっているので、まだね先に進めるよって場所なんですが、まあ一つのターミナルですね。まあしかし疲れてきましたね、本当に。もうね、移動しっぱなしで普通列車旅、まあ時折青春18切符のシーズンとかいろいろとやることはあるんですが、ほんと座ってるだけなんですよ。座ってるだけなんですけど、やっぱね動画撮ってるっていうのもあるのかもしれないですけど、だいぶ疲れてきたなっていう感じですね。いやー、でもね、まあまた一つね終点があるので動けるかなって感じなんですが、ずっと動きっぱなしはやっぱり大変です。はい、というわけでいよいよ終点白市のアナウンスが入ってまいりました。まあ、白市のアナウンスなんですが、乗り換え案内はなかったんですよね。ちょっとこれ気になりますね。白市から先まだ11時台前半ですから、一応時刻が23時9分に到着ということなんで、まあ東京の終電まだ2時間ぐらいありますからね、続くのかなって思うんですが、なんかなかった、若干気になりますが、まずは終点白市到着です。はい、ということで現在時刻が23時9分、白市駅までやってきました。このレッドウィング227系を使いまして白市駅、いやー正直結構寒いですね。広島なんでまだまだ西だと思って全然暖かいかなと思っていたんですが、全然そんなことはなくってかなり寒くなっています。で、乗ってきた列車はこのまま岩国行きとして折り返しをしていくそうです。で、ここまで結構ずっとあの向かい側向かい側に電車が止まっていたんですが、今のところこう白市駅にですね向かい側に列車が止まっていません。またここも同じように3つのホームがあるような駅になっているので、もしかしたらちょっと岡山方面まだあるのかなというか、少しまあ乗り換え時間がまた出るのかなっていう形だと思います。まあ、とりあえずここまでねこの列車乗ってきたわけなんですが、まあとにかく大変でした。じゃあちょっとまだ先があるかどうかわかんないんですが、一番左側のホーム行きたいと思います。この辺は結構なんか住宅地みたいになってるようですね。ということで反対側のホームにやってきました。一番線が三原福山方面、まだ広島の地名は続いていますがになっていて、で時刻表がここについているのでそれをちょっと確認してみると、なんか出てないですね。ん、ただいまの時間は待合室の時刻表を見てくれと。いや、これせっかくあるんだから表示してほしいんですが、上側見てもねこれ全部こう表示していないという、まさかの全くわからないという話になってしまいました。で、よくよく見ると広島空港と書いてありまして、まあ、以前僕は広島駅からバスで移動したんですが、どうやら隠れルートではないんですが、なんかちょっとね安く移動するため移動することができるルートっていうのがここの広島空港白市ルートになっているそうです。そしてこれが時刻表ですね。ここを境に列車の本数が大きく変わるのがわかるんですが、
この先、今時刻が23時15分になりかけておりますが、お出てっちゃった。はい、この後ですね、列車はありません。あ、すごい、8両だったんですね。まあまあ、それはそれとしても22時46分を最後に残念ながら行くことがもうできないということで、枕崎からの1日の普通列車の限界はここ試合市ということになりますね。北列車が岩国方面に折り返していくっていうのが、まあ、これでまあ終わりというかね、分かるわけなんですが、ここで終了ということで、まさかの試合地駅止まりとなりました。じゃあちょっと最後ね、駅の外出ましてお話まとめていきたいと思います。緑の窓口もあるんですけど、もうやってないということで、すごいですね。切符も買えないのかな。あ、切符はつくんですね。これはなんかあの他の駅とは違いますね。稚内とはちょっと違う扱いになってますね。はい、もちろんここの、運賃表には岩国までしか、あ、遊駅かまでしかついてないので、当然鹿児島中央とかね、全くないということです。ということで、改めまして白市駅の外に出てまいりました。今日は日本の最南端、枕崎を始発の普通列車で出まして、普通列車のみでどこまで行けるかっていう検証を行い、終点は白市駅でした。枕崎からの距離がだいたい 726.4km で、普通に乗車券買ったら 12,840円の区間となっています。まあ、あの青春18切符のギリギリとか普通列車のギリギリに挑戦すると100キロぐらい移動することができるそうなんで、それからすると結構イージーモードかもしれませんが、いやでもね、今回はやっぱり博多地区の混雑だったりが結構激しかったんで、あそこの2時間はしんどかったですし、あとはこう1分乗り換えがこう連続していくので、そこもね、なんかこう休憩できなかったんで、結局昼ご飯夜ご飯食べれずにここまで来るという、結構まあ限界な移動だったかなというふうに思いました。まあ、なんだ、最長移動とかの場合は途中名古屋駅でね、うどん食べたりとか、まあ、いろいろできるんで、まあ、そこがやっぱりこういろいろと、まあ、移動手段というか列車の本数というかに、まあ、変わってくるのかなっていう形だと思います。まあ、最北端からスタートすると実は北海道から出れないなんていう検証結果も出ていたりするんですが、今回はなかなか見ることがなかった最南端からの移動の限界に挑戦をしてみました。はい、ということで、時刻も6時4分に出発をしたんで、そこから17時間ぐらいほぼ移動しっぱなしということになりましたが、いかがでしたでしょうか。皆さんもぜひやってくださいとはなかなか言えないわけではあるんですが、まあでもね、こう日本の鉄道の凄さなんていうのも感じることができる企画になったんじゃないかなと思いますので、よかったらね、同じようなルート挑戦してみてください。またこんなルートあるよとかありましたら、ぜひねご提案いただきますと幸いです。はい、ということで今回の動画は終了したいと思います。この動画が面白かったという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。